スイートレガシー、僕と彼女の名もないお菓子17回目、まさかの修羅場が来てしまった。全国大会を前にしてみちるさん VS 富士宮お姉ちゃんというですね、キスしてるところをね目撃されてしまったという前回からの続きです。あら、おかえりなさい。いやー、もうこれ先生はいいわ、ね、ここはスキップ、あれスキップできないな。今度は何しに来たんです？ここなら食事も出るし給料日とか関係ないはずでしょ。あれ、これなんで既読スキップできないんだ。それじゃあ私がたかりに来てたみたいな言い方じゃないの？たかりに来てたじゃないですか。だよね、明日だから。みちるさんと藤宮お姉ちゃんが衝突するという。ちょっと、なんで僕のベッドで寝るの？自分の部屋に戻ってくださいよ。この先生自由すぎるんだよな。めんどくさくて私も動きたくない。だからおやすみ、ちょっとお願い帰ってよ。これ見たことあるイベントな気がするんだけどな。なぜか飛ばせない。そんな、もう寝てる。しかも仕方ない。うん、寂しいよ。寂しいよ、男の子にこんな思いをさせるだなんて。お母さん、なんて大人なのかしら。ソファーが硬いです。うん、僕の温かい布団で一日明けて、今日だよ問題は。今日調理室にてとんでもない試合が、今目覚ましが鳴ったような。野良試合なんだけどね、公式の試合ではないんだけど。あ、ここは飛ばせる、ここは飛ばせるんだ。この後だよね。はあ、みちるさんとお姉ちゃんの対決が気になって結局あまり寝られなかった。あとソファーが硬かったから。僕はどうすればいいんだろう。マモルさん、いらっしゃいまして。来ましたよ、はい、みちるさん、どうぞ。あら、起きていらっしゃったの？どうしたんですか、こんな早い時間に。もう照れてんじゃん。もう顔が赤いじゃん。あなた、ペティをお持ちでなくて。ペティ、ペティですか？すみません、あの、僕は調理器具かな。そう、困りましたわね。どうしたんです？私のちょっとした不注意でブレードが折れてしまいましたのよ。ほうほう。だってみちるさんの使ってるナイフってアイノックスでしょ。どんな使い方をしたんですか？ここに来て急にいろんな専門用語が出てきて分かんなくなってきちゃった。ないのなら結構ですわ。専門用語ってほどじゃないとは思うけど。みちるさん、なんですの？あの、みちるさん、え、もしかして寝てないんですか？寝てない。だったらなんでとおっしゃいますの？大丈夫なんですか？藤宮お姉ちゃんと衝突するという少しふらついてませんか？こともあるし、あとやっぱ恋煩いだな。心配ご無用ですわ。あとまた数日前に40度の熱出してるからね、この人。大丈夫なのか、いろいろ。あなたはまだそんなうまったれたことを。今日のパティシエファイト、あなたもいらっしゃい。そしてその目で見届けるのです、パティシエとはどんなものなのかを。おお、困った。いや、みちるさんちょっと心配だな。やる気満々だよ。うん、なんか嫌なフラグが立っている気がする。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。キスしてっからだよ。誰かに相談して二人を止めてもらおう。え、相談？それ以外に方法が思いつかないよ。うん。相談、あ、どうぞ。校長、失礼します。ユリアさん。あら、マモル君、どうしたの？ユリアさん、あの、僕はどうすればいいんでしょう。もうこのゲームも17回やってるけど、未だにこの人の服意味わかんねえな。何が？ユリアさん、実は気がつくと僕はユリアさんに全てを話していた。あ、そうなんだ。もしかしたらユリアさんなら二人を止めてくれるかもしれない。そう思ったから全部話した。全部話したっていうのに
優勝候補2人ですよ。その2人が面白そうじゃない。どこがですいいんすか。こんなの草試合もいいところじゃないですか。2人を止めてください。どうして、あなたは何が気に入らないというの。だって公式戦ならまだしも、こんな個人的な感情でパティシエファイトが行われるなんておかしいよ。全国大会前ですよ。しかも私も若い頃同じような経験があります。あなたの気持ちはよくわかるわ。同じような経験。だったら止めてください。無理よ。そもそもあなたが原因で起きた争いでしょ。僕が、うん、焼いているのよ。彼女はあなたを取られると思ってるのね。あ、さすが言うね。彼女ってミチルさんが。ズバッと言うね。なんで。嫉妬だよ。よっぽどあなたを気に入っているのね。そうだよ。キスしてるとこを見て嫉妬の炎メラメラなんだよ。そんなの困るよ。どうして、彼女のこと嫌い。嫌いじゃない、嫌いじゃないけど、そんなこと、もう裸の付き合いもした中ですからね。彼女だって深く考えているわけではないでしょうね。ただあなたを取られるという漠然とした危機感で感情的になっているだけよ。わからないよそんなの、うん、どうして僕なんかを。そうね、まあ一つはあなたの才能。龍崎さんはあなたのパティシエとしての未知数の才能に惹かれているということね。なるほど。そんな、だって僕まだまだ全然ダメですよ。だから未知数だと言ったでしょ。あなたはまだまだ成長します。未知数の才能がね、一番興味あるよね。そうかな。ええ、それは私が保証しましょう。素直に嬉しいです。それもとんでもない化け物になるかもしれないわ。おお、パティシエの化け物。いいえ、なんでもないわ。それだけのものを秘めてるんだよ、マモルちゃんは。まだそれだけの理由なら、僕より将来有望な人はいっぱいいるわけだし、やっぱり変だよ。そう、それはそうね。でも、それだけではないとしたら。どういう意味？あなた、龍崎さんの寝顔を見たことがあるか。ああ、まあ、ありますね。そういえば、何度かある。なんでか知らないけど、お風呂の時もそうだし、熱出した時もね、うん、鼻水も見た中だから。あれはさすがにマモルちゃん気色悪いぞ。はい、何がです。龍崎さんは誰か人がそばにいると眠れないのよ。そうなの。彼女はね、子供の頃から少し人間不信の気があるね。人間不信。どうして。考えてもみなさい。彼女は龍崎財閥の一人娘よ。やがては財閥を治める席、もしくはそれに近しいポジションに座ることになるでしょうね。そうだ、めちゃくちゃとんでもないお嬢様なんだよね。彼女の周りには腹黒い大人ばかりなのよ。そっか。年派もいかない彼女に猫なで声を出す大人たちに囲まれているうちは良かったのだけれど、彼女が6歳の頃かしら、彼女は実の叔父に命を狙われたこと。どういうエピソードだよ。何そのエピソード。叔父に命を狙われた。そんな。それだけじゃないわ。分家の人間が屋敷の家政婦を金で雇って彼女の食事に毒を混ぜた。ちょっと龍崎財閥ボロボロやん。そんなことが頻繁にあれば誰だって人間不信になるでしょう。彼女は夜一人で眠っていてもわずかな物音ですぐに目を覚ましてしまう。そんな、ミチルさん、そんなことがあったなんて。彼女は他人がそばにいると知らず知らずに神経が尖ってしまって眠れないのよ。ここ数年はユリアさん詳しいな。彼女の寝顔を見たことがない。龍崎知識半端じゃないな。そうなんだ。さすが校長。知らなかった。あなたよっぽど気に入られているのね。そんなあなたを取り上げられまいと必死なのよ。ところで、その勝負っていつ始まるのかしら。守ちゃんにそれだけ気を許してくれてたんだね。
今日の午後だけど。あら、そう。私も見学させてもらいましょう。お、審査員が必要でしょ。ユリアさんが審査員、いよいよこれ本格的に、止めてくれないの？本格的に試合開始になっちゃうよ。私が退学にすると言ってもやめないでしょうね、龍崎さんは。はあ、困ったな。結局僕にはどうすることもできないのか。ミチルさん、おじに命を狙われたってとんでもない壮絶な過去があるんだな。どこで何をしていらっしゃったのです？あ、ごめんなさい。なんかそのエピソードを知るとまたミチルさんがね、すごく愛おしく思えるよね。校長先生、あ、ほら BGM をな、珍しい BGM。 めちゃくちゃかっこいい熱い BGM が流れてる。いいえ、私はただ面白そうだったから見に来ただけです。それに試合なら公平な審査員がいるでしょ。うん、それは助かりますわ。いや、これある意味本当決勝戦だよね。審査は任せられませんものね、ミチルさん。それにしても藤宮玉樹はまだですの？まさかお逃げになったのではないでしょうね。遅れてきている。お姉ちゃん、まだ来てないですか？まるで宮本武蔵と佐々木小次郎のようだ。宮本武蔵を気取る気ですわね。同じこと考えちゃった。言うならば本当巌流島の戦いですか、これは。ごめんなさい、10分の遅刻ね。来ましたね。遅いですわよ。何をしてらっしゃったんですの？あ、別に忘れてたわけじゃないのよ。ちょっと寝過ごして。ただの寝坊やないか。それだけ余裕しゃくしゃく、この態度がまたミチルさんはカチンとくるだろうな。昼寝をしていて寝過ごしたとおっしゃいますの？だからごめんなさいって。あなたはこの私との試合の前に昼寝をしていたと、そうおっしゃるのね。ミシルさんなんか眠れなかったんだぞ、ドキドキして。そんなに怒らなくても、私ちゃんと謝ったのに。あなたの相手をしていると頭がクラクラしてきますわ、うん、すぐにでも勝負を始めますわよ。ミチルさん、ミチルさん、ちょっとでも熱くなりすぎてない？大丈夫、オーバーヒート。私たちの試合をよく見ていなさい。それではチョコレートを使ったお菓子勝負を始めます。チョコレートね。双方準備はよろしいかしら？いつでもよろしいですわ。あ、私も大丈夫。とんでもない対戦カードですからね、この二人。これ始め、めちゃくちゃ豪華だよ。始まってしまった。普段は出さないような声出してる。あ、ミチルさんすごい気迫だ。本気の勝負です、これ。どうやらチョコレートソースを作り始めたわね。生地は下ごしらえを済ませて寝かせてあるよね。はあはあ。一方お姉ちゃんは、わあ、ほんと真逆の二人だな。曲、何この早弾きみたいな、テク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 。いいなあ、この BGM も。意外とね、耳に残る BGM が多いんだよね、スイートレガシー。その辺も俺評価できるところだと思うな、このゲーム。卵白に砂糖を少しずつ加えながら泡立ててメレンゲを作っているようね。丁寧な仕事だわ。あ、ミチルさん何か取り出した。見たことない材料だけど、なんだこれは。ミツロウかしら。ミツロウ、ミツロウって何？ミツバチの老巣を加熱圧搾して取り出したものよ。食材としては確かにメジャーとは言えない。ハチミツ。お姉ちゃんはさっきのメレンゲに卵黄を混ぜて、薄力粉とココアを一度に入れて混ぜて。ほうほうほう。どうやらココアビスキューを作っているよね。ココアビスキュー。ミチルさんは、あ、合成のフルール型を出した。あれ、どうした？落とした。いや、やっぱ寝不足、徹夜したから倒れた。え、ミチルさん倒れたの？ちょっとやばいよ、ミチルさん。ミチルさん、大丈夫？大丈夫ですわ。
少し立ちくらみました。いやー無茶しすぎ本当に。あなたはそこで見ていなさい。まさかミチルさんまだ風が治ってないんじゃ。40度出てたもんね。戻りなさい。勝負の邪魔ですわよ。だってミチルさん絶対おかしいですよ。そんなにすぐ治るわけないと思ったけど、そっか、嫉妬の炎をメラメラでまた熱が出ちゃったんじゃないのか。ミチルさんの額に手を伸ばした。少し触っただけですぐに分かるほどミチルさんの額は熱い。やばい、ミチルさんまた熱が出てるじゃないですか。病み上がりなのに無理して徹夜なんてするから。離れなさい。今私は勝負中なのです。邪魔をしないで。そんなこと言ったって。いや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 。ここで選択肢、試合を中断する、試合を続行する。いやこれはね、ミチルさん的に絶対中断した方がいいと思うんだよね。続行は違うよな。いやダメだ、この試合中断。この試合は中止です。な、何よバカなこと。こんなに無理してるミチルさん見てらんないよ。バカはどっちです。こんなに熱を出してケーキを作るバカがどこにいますか。お、マモルちゃんが。お姉ちゃん珍しく。ん、何マモルちゃん。お姉ちゃんごめん、この試合中止にしてもいいかな。ミチルさんひどい熱なんだ。うん、私は構わないけど。冗談じゃありませんわ。私はやめませんわよ。ミチルさん無理ですよ、立ってるのがやっとじゃないですか。そうだよ、たとえ立てなくなってもはってでも続けますわ。いやいやいや、マモルさん勝手は許しませんわよ。ミチルさんが死んじゃう。でもでももヘチマもありませんわ。私は絶対に。うるさい、たまには僕の言うことも聞け。うわーかっこいい。キュンとしちゃった今。すごい、すいや、マモルちゃん、あマモルくんが、マモルちゃんのマモルくんが本気になった。今の良かったね。これまでずっと素直に従ってきたけど、ミチルさんにはここで初めてマモルくんが強く出た。ミチルさん部屋に戻りますよ。ちょっと泣きそうになっちゃった。なんか今のジーンときた。ユリアさん、いや今の名シーンだと思う。来てもらったのにごめんなさい。うるさいって。お姉ちゃんもごめんね。まあ仕方がないでしょ、あとは任せなさい、あなたは龍崎さんを。はい、それじゃ。いや今のはすごかったな。僕はミチルさんの腰を抱いて、ミチルさんは僕の肩に寄りかかるようにして廊下を歩いた。さっきはつい勢いで思わずミチルさんを隣散らしてしまった、ミチルさんはさっきから一言も言葉を発しようとしない。怒っているのかも。そう思って歩きながら僕は横目でちらりとミチルさんの顔を覗き込んでみたけど、ミチルさんは顔を伏せていて、どんな表情なのかよくわからない。弱ったな。まさか泣いてはいないと思うけど、でもミチルさん人一倍負けん気が強いから、こんな形で試合が中断して泣きたいぐらい悔しいのかもしれない。いろんな感情が今ミチルさんの中であるだろうな。僕は間違ってないですよね、お母さん。間違ってない、今の試合は中断して正解だよ絶対。いや僕はミチルさんを部屋まで運び込むと、ベッドに横にならせて布団をかける。ミチルさんは何も言わず、ただ不機嫌そうに布団をかぶって顔を隠した。ミチルさん、なんですの。あ、着替えてるもん。怒ってます。なあかわいい。布団で隠してる、かわいい。この CG いいよな、前回もサムネにしたけど。さっきは唸ったりしてごめんなさい、でも僕心配だったから。この CG 見てると本当自分も横になっちゃうんだよな。あなたこそ怒っていませんの。そりゃ怒ってますよ、
まったく、放っておけばすぐ無茶するんですから。確かに私も浅はかでした。体調不良のまま勝てるような試合ではありませんでした。この二人の勝負はね、まだ持ち越しですよ。分かってくれたならよかったですけど、これやっぱ全国大会でぶつかってほしいですよね。怒ってないですか？それは口惜しいことには変わりませんわ。でしょうけど、別に今焦って戦わなくてもいずれ対戦するカードですよ、きっと。そうですよね。その時のためにも今度こそ安静にして完全に風邪を治してください。なんか今日のみちるさん素直で可愛い。素直で可愛い、そうだね。なんです？僕何か変なこと言いました？これもう本格的にときめいちゃったんじゃない？可愛いだって嘘です。どうしてです？私今まで可愛いなんて言われたことありませんでした。可愛いよ、みちるさんめちゃくちゃ可愛いよ。なんと家庭事情がめちゃくちゃ複雑だな。みんな口に出して言わないだけですよ。財閥のお嬢様。だって面と向かって可愛いだなんて言ったらみちるさん怒るでしょ。僕は殴られるのを覚悟で言ってますから。その程度で殴ったりしませんよ。そうですか。さあ、おしゃべりはこの辺にして寝てください。眠ってくれるかな。こんな時間から眠れませんわ。困ったな。絵本でも読んであげましょうか。絵本というか、まあそばにいてあげるだけで寝れるんじゃない？無理ありませんわ。大人は風邪ひいてるのに無理して倒れたりしません。意地悪。意地悪、かわいい。あれ、知りませんでした？僕って結構意地悪ですよ。そんなことより、ほら寝る寝る。寝るまで手をつないでてあげましょうか。あ、それいいじゃん。あ、素直。素直。あ、本当に？何がですの？いや、みちるさんのことだからてっきり子供じゃありませんわって言うと思ってました。もういいですわ、一人で寝ます。手つないであげようよ。これ、あ、待って、手つなぎますからね。ほら、目を閉じて。たまらんな、ここに来てこの二人。あ、寝た。すぐ寝た。手つないだらすぐ寝てくれた。みちるさんたまらんな。うん、眠れないと言っていた割にはみちるさんは目を閉じてから5分も経たないうちに息を立て始めた。熱あって徹夜して守るちゃんがいてっていう。そうだよね、最高の安眠剤だよね。まるで小さな赤ちゃんが母親の手をそうするように、みちるさんは僕の手をぎゅっと握ったまま眠っている。あー、ついに守るちゃんお母さんになっちゃった。この手を離してくれないと僕この場を離れられないんだけど。いやー、でも無茶しちゃったのは良くないけど、疲れた。すごいいいイベントだったな。みちるさんとの仲がまたより一層深まったような気がするよ。お母さん、今日の僕はどうすればよかったんでしょう。どうすれば。間違ってなかった、守ちゃんは間違ってないよ。守るママだよ。もはやおめえは守るママだよ。まだ眠いよ。ここ既読スキップできないっすね。起きなきゃ。なんだろう。でも日付的にはそろそろ温泉の日になってくると思うんだけど、うん、朝ごはん温泉。わー、寝過ごした。大丈夫か、みちるさんって体調大丈夫なのか。言うてももう一回お風呂イベントありましたからね。あ、みちるさん寝てなきゃダメじゃないですか。ああ、もうそのセリフは聞き飽きましたわ。
何度言ってもちょろちょろ起き出してくるのは誰なんですか。本当にすぐちょろちょろ。はいはい、ちょろちょろなんだから。それとこれも言い飽きたセリフですけど、もう大丈夫ですわ。本当に？そう言って昨日倒れたのは誰です。はいはい、私ですわよ。私も反省いたしましたわ。あの後東京の実家から主治医を呼び寄せて、注射と点滴を打ちましたから、もう大丈夫ですわよ。そうなんだ。本当なんですか？当然でしょ。東京に実家があるんだ。体調不良のまま勝てるほど全国大会は甘くないと散々思い知りましたからね。あ、でもあれが全国大会じゃなくてよかったね。いいですけど、みちるさんは放っておくとすぐ無茶しそうで怖いんですよ。反省してますわよ。塩らしいところも可愛いですわ。これからは何かあったら一人で解決しようとしないで、すぐに行ってくださいね。そのために僕がいるんですから。そうですわね。ところで今日は何の練習をするんですか？この島の特産物のチェリーが手に入りましたの。チェリー？ですから今日はチェリーパイですわ。特産物？へえ。チェリーパイってあれですよね、あの FBI の捜査官がコーヒーで流し込むように食べてるやつ。僕食べたことないです。どんなイメージなんだチェリーパイ。何か知識が偏ってるような FBI の捜査官が。まあいいですわ。なんか元ネタありそうだけどよくわかんない。なんだろう。アメリカンチェリーですわ。FBI の捜査官？ X ファイル？違うよ、違うよね。なんだろう、わかんない。食べてごらんなさい、びっくりしますわよ。もぐもぐ。あー、すごく甘い。それに身がすごく柔らかくて溶けちゃうみたいだ、うん、どう？すごいでしょ。私も一口食べて驚きましたの。これでパイを作ったらきっとすごいでしょうね。それでチェリーパイか。僕は何を手伝えばいいんですか？なんかもう下ごしらえは大方終わって。いやらしいね、チェリーパイ。私の手伝いは結構ですわ。あなたはご自分の特訓。汚れてんな、今の発言汚れてんな。そう考えちゃうの、汚れてんな。こんな大人にはなりたくなかった。チェリーパイっていう単語だけで下ネタを想像しちゃう大人にはなりたくなかった。あなた今日は何を作るつもりでしたの？いや、別にこれといって決めてないです。冷蔵庫の食材を見て決めるつもりだったんで。あなたね、そんな闇雲な方法でどうしますの？少しは物を考えなさい、うん、僕だって考えてますよ。何も考えてないじゃありませんの。例えば私がチェリーパイを選んだ。なんかみちるさんの調子が戻ったね。ちゃんと考えがあってのことです。そうなんですか？去年の大会ではこの島の名産であるメロンがファイトのテーマに選ばれましたわ。ほう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 。今年も名産品がテーマに選ばれる可能性があります。なるほど、それを事前に。私はそれを見越してアメリカンチェリーを今日の食材に選んだのですわ。さすが。なるほど、傾向と対策というやつですね。さすがです、みちるさん。感心している暇があるのでしたら何かテーマを仮定して練習をなさい。はーい。うん、そうか、テーマか。そういえばあんまり考えたことなかったな。確かにテーマを想定して練習しておけば本番で慌てないで済むかもね。そうだね。でもそれってなんかテストの前日に範囲を予想して一夜漬けするみたいで。それも大事だと。普段から、まあ、一夜漬けはあれだけど、いざって時も慌てないで済む。多分本来はそうでなきゃいけないんだろうな。今さら慌てたところで。ただチェリーってお題が出たところで難しいよね。チェリーのスイーツなんてだいぶ限られてる気がするんだけど。ファイトに備えてやっておくことなんて他にもいっぱいあるよね。そうだ、僕は今のうちにやっておかないといけない。自分の話しちゃうとね、俺チェリーの種食べちゃう人なんですよね。俺あのチェリーに限らず種って食べちゃうんすよ。スイカの種とかも巨峰の種とかも全部。だから俺食べてるとガリ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 音鳴るんだよね。シャクシャクシャクじゃないで、ガリガリガリなっちゃう。もう子供の時からだから。もうそれにしてもそういうもんだと思っちゃってる。本当に美味しいな。
いやー育ちが悪い育ちが悪いね。できましたわ。さすが試作2号。少しでもいっぱい食べてお腹膨らませないとっていう貧乏のうちの子だったから種も食べなきゃっていうまあ俺のエピソードはいいわ。はい、あれ2号ってことは1号もあるんですか。あなたが来る前に一度試作して失敗しましたのよ。あ、そうなんだ。そうなんですか。でも難しそうだよね。作ったことないからわかんないけど、チェリーパイってこのチェリーは少し扱いづらいんですね。糖度が高いのはいいのですけれど、水分が多すぎて試作1号はサクサクのパイがベトベトになってしまいましたのよ。なんかやらしいねチェリーのパイがベトベトになっちゃったんだ。確かに身をそのまま食べるとすごくみずみずしいです。それに香りも強い。素材が良すぎても逆に持ち味を殺さずに加工するのが難しいものですわ。そっか。それで試作2号はどうですか。どうやらまた失敗ですわね。今度はパイがサクサクを通り越してカリカリですわチェリーがカリカリ、チェリーのパイがカリカリ。なるほど、こんな大人にはなりたくなかった。何度でも挑戦すればいいじゃないですか焦っても仕方がないですよ。どうしてあなたはそうものんびりと構えてらっしゃいますの。やれることをやれるときに全力でやればそれでいいじゃないですか。それができれば誰も特訓なんてしませんわよまあそれはそうなんですけどね。ところでみちるさん、スリーサイズはいくつです？急に何の話だよ。パイの話しだしちゃったこのチェリー。あなた、さっきから何をしていらっしゃいますの？急にスリーサイズ？よくぞ聞いてくれました。これ見てください。何ですのそれ？コンクール用の新しいパティシエ服のデザイン画です。え？デザイン画？何を一生懸命描いてるかと思えば。そんなんできんの、マモルちゃん。たく、あれ気に入りませんか。この制服も十分だと思うんだけど。それ私が着るんですの。そうですよ。ほら、とっても可愛い。どんな服なの。あなたはこの私にこんなものを着ろとおっしゃるの。あれもっとヒラヒラが多い方が良かったですか。ヒラヒラいいじゃん。そういう問題ではありませんわ。コンクールまでもう何日もないというのに、まったく。あ、ビリビリビリ、破かれちゃった。それ破っちゃダメですよ、みちるさん。もういいですわ。あなたは私に言われた仕事だけしていなさい。みちるさん、いつも通りのみちるさんに戻ったな。はい。わかったら、そこのチェリーを取ってくださる？どんな服だったんだろう、デザインしたの。はい、これですか？どうぞ。あら？どうかしました。マモルさん。はい、何でしょう。私の記憶が確かならこのボールにいっぱいのチェリーがあったはずなのですけど。あ、ごめんなさい、あんまり美味しそうだったからちょっと味見を。いっぱい食べちった。ちょっとちょっとですって。ボールいっぱいあったんですのよ。それがどうして数えられる程度しか残っていませんのあまり美味しかったものでついつい。他に何か言うことはありませんの。みちるさんってさくらんぼの茎を口の中で結べます。まさにさくらんぼ気質ですね。これは殴られる。ガイン、え、ガインって何の音よ。痛い。ぶったぶった。お玉でぶった。お玉、チェリーをお玉でぶったのか。うるさいですわよ。ちょっと戦えたぐらいで大騒ぎしないのぶったら豚によく似て。ゴイン。うわーん、本気でぶった誰が豚ですって。誰が。ごめんなさい。夫婦漫才だな。あなたにどつき漫才みたいな。ありませんのよ。僕だって別に遊んでるわけじゃん。さっさと続きを始めますわよ。はい。あら、どうかしました？マモルさん。はい、何でしょう。
ここに置いてあったレシピのメモはどこ行ったのかしら。レシピのメモ、あ、そのメモならさっき裏返してコンクール用の服のデザイン画をもう何から何まで守るちゃん、はい、ですからさっきみちるさんがご自分で破いたじゃないですか。あれがそうです。なんですって。だから破っちゃダメって言ったのに。あ、やばい、ブラックみちるになっちゃうこの BGM。 あら、そう、それはつまり何、私が悪いってそうしてるのね。この BGM 好きだわ、ブラックあやかのテーマ。あー、いえ、全部が全部ってわけじゃないですけど。ブラックあやかって破ったのは良くないです。チャッ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 、僕もちょっとだけ悪いです。 I'm your father。はい、あの、もしかしてブラックミチルさんになっちゃうよ。何かしら、暗黒面に落ちちゃう。怒ってます、どうかしら。あなたの目には私が怒ってるように見えて、か、顔は笑ってますけど、あの、怒ってます、怒ってないですよね。マモルさん、じゃあ死ね死ねって言われた。ギャー私の邪魔をするなら出ておきなさい。すごいなみちるさん。みちるさん、何を、やめて。え、何してんの、チェリーじゃなくなっちゃう。死ねって言われちゃったよ。ボコボコにされた。困ったな、これからどうしよう。いやでも今のはさすがにマモルちゃん調子乗りすぎだよ。マモルちゃんが悪いよ。マモルちゃんと思ってたら来た。どうしたの、こんなところで。ある意味一番恐ろしいこの人、お方。あ、お姉ちゃん。お姉ちゃん。みちるさんに追い出されちゃった。どうしよう、またチューされちゃったら。まあ、追い出されたってどうして。うん、ちょっとね、原因がありすぎる。みちるさんの邪魔しちゃったみたい。何をしたの。いや別に変なことなんかしてないよ。ただみちるさんは一生懸命頑張ってるのに。まもるちゃんが昨日と別人みたいだよ。緊張感が足りなかったみたい。別人みたいなバカっぷり。大会本番が近くなって龍崎さんも少しイライラしているのかもね。いやでもまあうん、あれが本来のみちるさんというか、いつも通りというか。必要ないわ。うん、でも負けちゃうかもしれないって思わないの。私別に負けてもいいもの。この人天才だよな。どうして。私の目標って全国大会の優勝とは全然関係ないし、私が本当に勝ちたいって思う人とはもう絶対に勝負できないから。それってつまり、それって、そう、マモルちゃんのお母様よ。そういうことか。ここに来て幼なじみの強み出してきたな。この全国大会だって学校に推薦されて仕方がなく出ているだけよ。そんな、それじゃあお姉ちゃんに勝つために必死になってる人がかわいそうだよ。それって龍崎さんのこと。みちるさんだけじゃないよ。他にも全国からいろいろな人がこの大会に全力で取り組んでるのに、そんなの失礼じゃないか。いやでも実力が全てなんですよ。優しいね、まもるちゃん。誰にでもそんなに優しいの。別に誰にでもってわけじゃ。じゃあ龍崎さんだから。お、それはねえ、私変かな。うん、変なのはずっと思ってたけど。変だとは思ってたけど。ほら態度とか。別にいつもと変わらないけど。いつも通り変だよ。ならよかった、顔に出てるかと思った。何が。え、ほら私、え、焼いてるから。あ、なに、あ、ちょっと藤宮さん、藤宮さんが可愛くなってきた。可愛くなってきてしまった。焼くって何。これもう本当
次回というかみちるさんルート終わったらすぐ富士宮さんルート行こう。お姉ちゃん、ゆうさんにちょっとやきもちをね。あ、そう、こっちはこっちでキュンキュンしちゃってたんだ。あ、そんなことよりまもるちゃん、今暇かしら。え、うん、すぐやらなきゃいけないことはないけど、なんかでもやっぱこのある意味みちるさんサイドストーリー的にもなりそうだよね、この富士宮さんルートは。クレープ、うん、街にね、すっごく美味しいクレープ屋さんがあるの。この前ね、公園を散歩してて偶然見つけちゃった。あ、散歩ね、いかにもお姉ちゃんらしいというか、なんというかね。今から食べに行きましょう。え、でもみちるさんが、うん、あれ、これ選択肢どうしようかな。あれ、お姉ちゃんとデートするのなんて恥ずかしいかもよ。いや、恥ずかしくな い, そうじゃない。むしろちょっと行きたいぐらいなんだけど。いいのかなって。守るさ、あ、みちるさんが来た。みちるさんが来たという方は、これまた絶対選ぶ選択肢来るな。みちるさん、何をしていらっしゃいますの。いや、あの、ちょっと立ち話を。あら、たまきさん、ごきげんよう。うん、龍崎さんもごきげんよう。いや、ほんと本格的に三角関係になっちゃった。あなたは何をしていらっしゃいますの。ずいぶんと暇そうですわね。そうかな、そう見える。どうしてみんな私の顔を見ると暇そうとかボケボケっとしてるっていうのかしら。実際暇なのでしょ。あ、そうかも。あなたが羨ましいですわ。あの、みちるさん、何ですの。試作3号どうなりました。チェリーパイできましたわよ。おお、味はどうでした。成功したんですか。まだ試食していませんわ。あ、どうしてです。あ、まもるちゃんを。それはあなた。やっぱ可愛いみちるさん。はい、僕が乙女だな。何でもありませんわよ。私が作ったものを私がいつ食べようと私の勝手ですわ。わ、何起こってるんです。いいな、このツンデレっぷり。みちるさん、なんで急に怒り出したんだろう。もう最近のみちるさん、妙に怒りすごい情緒不安定だよね。でもなんかやっぱそれも過去にそういうことが、私でも怒るな、あったというか。ああ、そう、藤宮さんも怒る。何が。鈍感系主人公。さあ、大会が近いからイライラしてるのね。女心が、女の子の気持ちが分かってないんや。恋する乙女の気持ちが。それよりどうするの。クレープ食べに行く。え、あ、そっか、クレープどうしよう。出た、クレープを食べに行く。やっぱり行かない。これはだからまあ下ってことだよね。食べに行っちゃうと、富士宮さんルート行っちゃうもんね。一応セーブだけしておこう。はい、それではクレープは食べに行かない。これが正解だよね。行かないっていうか行けない、さあ、残念ね。あれ、そういう割にはあんまり残念そうじゃないね。うん、なんとなくだけど断られるような気がしてたし。そうなんだ。ん、どうした。いいから行きなさい。いや、なんかお姉ちゃん、あんまり遅くなると龍崎さんの娘ちゃんの。いや、ここに来てお姉ちゃんの魅力マシマシだな。うん、あら、早く。うん、ありがとうお姉ちゃん。こういう子は陰で泣いてるんだろうな。あ、守るちゃん。ん、何。私、龍崎さんには絶対に負けないからね。この負けないはどういう意味ですか。みちるさんだって絶対に負けないよ。うん、負けさせない。あらあら、強敵ね。じゃあね、お姉ちゃん。うん、頑張ってね。なんか富士宮さん切なくなってきた。そうさ、みちるさんは絶対に負けない。
僕に何ができるってわけじゃないけど、それでも僕だって精一杯ミチルさんを手伝うんださっきまで完全に足手まといになってたけど、そのことで別にミチルさんに褒めてもらおうとかお礼を言ってもらおうとかは思わない。ただミチルさんが僕をパートナーにしてよかったなってほんのちょっとでも思ってくれればそれでいい。ミチルタン、ミチルタン、ミチルタン、どうした急に。あなた何ですのその呼び方は。は、そんなの勢いですよ勢い。それより支度サーモンはどれですか。勢いですますな。僕にも食べさせてください。ミチルタン、あなた玉木さんはどうなさったのです。はい、お姉ちゃんなら話も終わったんでそこで別れましたけど。あらそう。それよりサンゴ、こっちに来てくれたこと嬉しいんじゃないミチルタン。そんなに慌てなくてもここにありますわよ。ミチルタソー、ミチルタソー、食べてもいいですか。いいですわよ。いただきます。ハム、もぐもぐもぐ。どうですの、酸っぱい。酸っぱい、酸っぱくしましたのよ。このアメリカンチェリーは糖度が高すぎて加工すると酸味が飛んで甘さが下品になりますの。はあ、ああ、それでレモン果汁を足したんですか。あ、わかるんだ。ええ、そしたら今度は酸っぱくなりすぎたと。そうですわよ、悪うございましたわね。別に悪くないですよ。レモンでダメならオレンジとかどうでしょう。もう一度試してみますか。はあ、もう疲れましたわ。あ、だったらこれから僕に付き合ってくれませんか。何ですの、今から何かを始めようとおっしゃるの。いいからとにかく行きましょう。行くってどちらへ。いいからいいから、ほらほら。なんだなんだ。あ、ちょっと待って。公園のクレープ屋じゃねえだろうな富士宮さんのクレープ屋を回りしてる時って、断ってみちるさんと行くのは悪い男だぞ。やる気は満々なのに思ったようにうまくいかない。そんな時僕は一旦作業を止めてみる。全然関係ないことを考えてみる。そして考えるのをやめてみる。それがなかなか難しいんだよね。リセットってやつだよね。リセットってそうすることで今まで気がつかなかったことに気がついたり、できなかったことができるようになったり、結果的にはずっと集中しているよりリセットした方が効率が良かったりね。なんだ急にいいこと言い出し始めて、このチェリーはなんか、うん、そうだな、そうだなって素直に思っちゃったわ。多分今のミチルさんにはそのリセットが必要なんだと思う。あ、公園来た。ミチルさん早く早く。お姉ちゃんからのクレープ情報をここで。なんですの一体、こんなところにまで私を引っ張り出して。見てください、海ですよ海。あ、海、クレープじゃないんだ。でしょ、島なのですから。あれ、ダメですか。子供じゃあるまいし、海を見たぐらいでどうしてそこまではしゃげますの。うーん、弱ったな。ミチルさんのリセットか。用がないのなら私は帰りますわよ。あ、そうだ、確かこの公園には、うん、ねえミチルさん。ミチルタン、なんですの。ミチルさん、お腹空いてませんか。これはまさか。この公園にですね、美味しいクレープ屋さんがあるんですよ。悪い男やで。せっかくですからって、何がせっかくなんですの。富士宮お姉ちゃんが頑張ってデートしようかって考えたクレープ屋の情報をミチル担当。僕が買ってきますけど、ミチルさん何にします。ちょっとあなた、私の話を聞いてらっしゃいますの。じゃあ僕が適当に決めちゃいますよ。ちょっと待っててくださいね。あ、ちょっと、ママレさん。うん。お姉ちゃんが言っていたクレープ屋さんの屋台はすぐに見つかった。なんだかごく普通の屋台でちょっと拍子抜けしたけれど、お姉ちゃんが美味しいって言ってたんだから味は間違いないだろう。そうだろうね。僕はそこで焼きたてのクレープを2つ買うと急いでミチルさんの元へ戻った。お待たせしました、買ってきましたよ。
はい、お一つどうぞ。ありがとう。お、かわいい、素直になってる。そこのブランコに座って食べましょうか。ブランコ？ベンチでは気にせんの？いいからいいからね。嫌ですわ。この龍崎がいい年をしてブランコに腰掛けてクレープをかじってる姿などもし誰かに見られたら。そうだよね、高校生にもなってブランコに乗ったりしない。あー、長崎長崎思い出しちゃった。パティシエが美味しいものを食べるのにいちいち体裁を気にする必要があるんですか。長崎のブランコプレイはすごかったな、天神のね。もっともらしいこと言いますわね。これでちょっと休憩ですよ。今日のあなた、この私に対して随分と強引でしたよ。ええ、今日のみちるさんなんか元気ないし、このぐらい強引でもきっと殴られないで済むかなって思って。こんなものに乗るのなんてほんの幼い頃以来ですわ。なんか懐かしくないですか。一番楽しかった頃のことを思い出します。確かに子供の頃って何を食べても美味しかったですよね。そう、僕が子供の頃初めてお母さんの作ってくれたシュークリームを食べてあんまりに美味しくて泣いたことがあります。うん、今までいろいろと美味しいものも食べてきましたけど、なんかこう家族の話に入ってくのはちょっとマモルちゃん地雷じゃないそれ。僕もいつかお母さんみたいに人を感動させるお菓子が作れたらなって、それが僕のパティシエになりたい理由です。なれるといいわね。みちるさんはどうしてパティシエの道を。それは、言いにくかったら別にいいですよ。でもそうだね、意外とそれ知らなかったね、なんでパティシエ聞いたら笑いますなりたいのかって。笑いませんよ、意外と知らなかった。私はね、ご存知のように龍崎財閥の一人娘ですわ。はい、私は子供の頃から龍崎の名に恥じぬようありとあらゆる教育を受けさせられました。みちるさん、おじに殺されそうになったっていうそのエピソード詳しく聞きたいんだけど。もちろんその中には料理もございましてね、私は週に1回調理の実習を受けていましたわ、うん、ある日私がチーズケーキを作った時、出張で海外にいた父がたまたま帰国していましてね。ああ、なるほど。私は父に自分が作ったチーズケーキを差し出しましたの。父はそれを食べて一言だけ、おいしい。あ、その日の父は海外での仕事がうまくいって機嫌が良かったのでしょうけど、普段はめったに私を褒めない父が褒めてくれた。ただそれだけで私はすしっかりお菓子作りに夢中になりましたのよ。そうだったんだ、そんな過去が。ただ誰かに美味しいってそう言われるだけでよかったのに。みちるさん、つまらない話でしたわね。いや、いい話だったよ。そっか、それが始まりなんだね。お父さんに美味しいって言ってもらえたっていう。そうですね、美味しいですよ、クリームあんこストロベリー。クリームあんこストロベリー、ストロベリー。もうごっちゃごちゃだ、いろんな、はい、甘みが。生のいちごが丸ごと入ってるんです。ほら、いちご大福ってありますよね。あんな感じですよ。そう言われたら美味しそうに思えるな。単純な発想ですこと。ああ、まあそうおっしゃらずに一口食べてみてください。どうです。これはね、あんこにシナモンが香り付けしてあるんですよ。いいヒントになるんじゃないのか。いちごの酸味とクリームの甘さが合わさって何とも言えない美味しさですよね。ほんと、皮もしっとりとした甘みがあって全体をうまくまとめ上げていますわね。みちるさんをこんな素直に褒めさせるクレープ屋さんってバカにできないでしょ。すごいね。本当にそうね。人はいつだって食べ物で感動できるんですね。また急にいいことを言い始めたこの男。今日はいい勉強させてもらいましたわ。お礼を言います。
よかった。食べ物で感動できる。何がですの？強引に誘っておいてまずいとか言われたら最悪じゃないですか。とりあえず殴られずに済みそうですね。私そんなに頻繁にあなたを叩きましたかしら。それにそれにみちるさんやっと笑ってくれました。おお大成功です。あまたキュンときちゃったみちるさんキュンときちゃった。ポカ痛いなぜに今のは照れ隠し、うん、あなたはいつも一言余計ですわよ。はい気をつけます。まもるさん。はい。お何です？ありがとう。おおなんかいいね。みちるさんの口からありがとうなんて聞いたの初めてだ。そっか。最終的には結局殴られちゃったけどこれはこれで良かったのかな。うん多分みちるさんもパティシエを目指すっていうその自分展開ぐらいにはなったと思うし、うんことも聞けたし。そうだね食べ物で感動できる。明日から美味しい全国大会か言ってもらえる。それが全てなんだよね料理人にとって。じゃあついに全国大会これもうラストまで行っちゃおうかな。こっから2時間ぐらいあったらどうしようかなどうなんだろう。ちょっとこの先みちるさんとの全国大会がどういう風になっていくのか分かんないんだけど。長らくお待たせしました。まもなくもうラストまで行っちゃおうと思います。全国大会が開催されようとしています。それではパティシエファイト全国大会開催にあたりましてまずはこの人からお言葉をいただきましょう、うん、ユリアさん伝説のパティシエとも呼ばれ今ではユリアさん私も皆さんと同じように、うん、ユリアさん毎度同じ感じだから飛ばしちゃうね何か飛ばしちゃうね。ここ手動スキップしちゃうね。それでは続いて審査員の紹介に移ります。この人たちも基本同じことしか言わないからうむっていうだけだから渋いやっぱり続いてこの人スキップでいいでしょう。そして続きましては先ほどの挨拶の技術に裏打ちされた美味しさとさすが伝説を最後は特別審査、ま、所詮、うん、それでは最後に私相沢司が実況をお伝えします。司さんねよろしく。それでは本日妹さんもきっと来てるぞみかんちゃんも試合は2試合気になるカードはこれだ。龍崎&佐藤 VS 鬼ヶ島桃子富士宮 VS 相沢みかん。ほう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 1回戦桃子ちゃんだ。それでは本日の試合を行う各チームを紹介いたしましょう。桃子ちゃんもう気になるけど富士宮さん VS みかんちゃんも結構いい試合しそうだな。まずは B チーム不動洋菓子学校が誇る精鋭龍崎みちる&佐藤守るペアだ。若いコンビが繰り出す驚異の技術と工夫とでもほんとほとんどソロじゃねえか全然ペアで参加してねえなこの大会。料理学校嵐道場破りとの異名を持つ鬼ヶ島桃子彼女はペアでの参戦を許されている。桃子ちゃんルートも面白かったよな。ピンでの参戦だかなり予想外の展開になったというか番長が良かったんだよね。そして D チームみかん選手は鬼ヶ島選手と同様パートナーを連れての参加です。どうしたよほどの自信の現れでしょうか。これみかんちゃんの勝負服なの。お前どうしたんだよなんでこんな服着てんの。みかんちゃんみかんちゃんルートでもこんな服見たことないよ。なんでウサギちゃんになっちゃってんの。ウサギかこれなんだろうびっくりした。みかんちゃんがおかしくなっちゃった。司さんお宅の妹さんおかしくなっちゃったよ。前回優勝者の藤宮玉樹若手最強の名を持つ藤宮選手あれ勝負服ユニフォームなんだ。ユニフォームっていうか着ぐるみよ。はあ。もうすぐ始まりますわね。覚悟はよろしくて。うん、やっと。ちょっとみかんちゃんの謎服に気を取られちゃったけど、頑張んないとね。今日はいよいよ全国大会の初日だ。ただまあ桃子ちゃん相手ならね。桃子ちゃん相手ならこう言っちゃなんだけど、まあまあいけるんじゃないかなと。やるしかないよね。お母さん、見ていてください。うん。
それでは第1試合の課題はあんこを使ったお菓子。あんこか。日本では古くから親しまれてきた定番、日本人なら誰もが知ってるその味。そんなあんこを使って一体どんなお菓子が出来上がるのか、それが見どころでしょう。はい、それではパティシエファイト、レディーゴー。他の誰も言ってくれなかった。なんだ、みんな声合わせて言うやつじゃないのか、ここゴーって。司さんしか言ってなかったじゃないか。恥ずかしい恥ずかしい。決着をつけられるな。今日こそ俺の新必殺技トリプルスクリュービーターと、俺この子のツインスパテラ返しで叩きのめしてやる。守るの言い方がすごい好きだね。守るみたいなの言い方、また新しい必殺技。なんか会うたびに技が増えていってない？この子はこの子で特訓してきたと思うからね。案外その場で思いついた技の名前を適当に叫んでるだけなのではなくて、守る。そうなの？あるか。俺の必殺技はパティシエ番長譲りの最強技なんだ。だから俺は強いの。へえ、でも同じ技なのに前回と名前が違ってたりすることあるんじゃないの？マモルさん、それも立派な技ですわよ。そうだぞ。なんだ、あんた立てロールのくせに結構いいやつ。立てロールのくせにってどういうことだよ。そう、という立派な技ですわ。はったりだと？はったりかどうかは直接その身で確かめろ。くらえ、俺の必殺技。なんか全国大会でももこちゃんと当たること多いよね。おっと、龍崎&佐藤ペア VS 鬼ヶ島グループで動きがあったようです。気合十分の鬼ヶ島選手が持ち味である必殺技を繰り出した模様です。うん、鬼ヶ島選手の巻き起こす方が龍崎&佐藤選手を襲う。龍崎&佐藤ペア、これは厳しい戦いになりそうだ。パティシエファイトに大道芸など不要。守さん、始めますわよ。あんこを使って何作るんすか。お、二人のコンビネーションが光る。龍崎&佐藤ペアが一斉に動き出しました。どうやら龍崎選手が外装、そして佐藤選手があんこを担当するようです。龍崎選手、手早く生地を混ぜ込んでいきます。一試合目からこんなにしっかり描写されるのか。これは長くなりそうだ。一方、鬼ヶ島選手はでも負けていません。あ、でもこれでお互い勝ち上がれば2回戦でも富士宮さんと当たんのか。実に豪快です。多分そうだよね。まるで親の仇のごとく餅をつき続けるその姿はまさに鬼、鬼ヶ島桃子。あんたは鬼だ、パティシエの鬼だ。パティシエの鬼。おっと、佐藤選手、あんこ作りが終わったようです。出来上がったあんこを裏ごしする作業に入りました。うん、おっと、佐藤選手、おもむろに何かを取り出しました。あれは何でしょう。シナモン。あれはシナモンでしょうか。まさかそれをあんこに混ぜるというのでしょうか。そんな佐藤選手を尻目に龍崎選手、何やら大きな鉄板を用意し始めました。あれは一体何に使うのでしょう。この二人は一体何を企んでいるのか。あっと、鬼ヶ島選手もあんこに取り掛かった模様です。こちらも見事な手際です。焦げないように慎重にかき回しています。一人でこの対戦に挑み、やや不利かと思われていた鬼ヶ島選手ですが、現状を見る限りではとても安定していると言えるでしょう。もう一人の方がいいんじゃねえのか、この試合、この大会。一方の龍崎&佐藤ペアは未だ作品の断片すら伺えません。守さん、お、でもここでコンビ技だ。おっと、掛け声とともに二人バラバラに作っていたものが一つに合わせられていく。一見ちぐはぐに見えて、実は息が合っているのか。さあ、いよいよ双方とも作業は佳境に差し掛かってきています。司さん大変だな、これ。時間も少なくなってまいりました。果たして完成するのでしょうか。よし、完成だ。桃子ちゃん完成。鬼ヶ島選手、一足早く完成を宣言しました。龍崎&佐藤ペアは、さあ間に合うのでしょうか。5、4、3、完成ですわ。できました。何作ったんだろう。2、1、タイムアップ。そこまで。
それでは審査に移りたいと思います。うん、あんこが課題に出たのはでも初めてだね。まずは鬼ヶ島桃子さんの。おお、いいね。昔懐かしの味、日本茶によく合うお菓子といえばこれ、うん、田舎風豆大福。豆大福いいじゃん、シンプルで。白玉粉を使わずにもち米で大福本来の食感を生かし、薄く引き伸ばした真っ白な表皮に、よくそんなんすぐ作れたね。桃子ちゃんすげえな、やっぱり。シンプルながらもこれぞ本格といえる作品の登場です。うん、それでは審査が始まります。さあ、俺の作品を食べてくれ。ではいただくとするか。いいな、大福。あっちゃ、よりによって大福か。私昨日おやつに食べたばっかりだよ。俺も後で買ってこようかな。ん、これは、素晴らしい。このもちもちとした食感、そして口に入れた瞬間の充実感、まさにこれこそが大福の真髄だ。一口で食べるにはちょっと大きすぎるけどね。そしてこの一番独白よね、この先生がね。程よい塩味が中のあんこの上品な甘みを引き出している。まさに日本が誇る最高のデザート。おー、ねえ、お茶くれる？マサ先生、いかがですか？うん、実に素晴らしい作品だった。ごちそうさまでした。あの、由美子さんはどうでした？なんか昨日食べた1個50円の大福。もう会場から追い出せこの女。はい、もう結構です。もうどうって聞いたから正直に答えただけ。なんて失礼なことを。さあ、気を取り直して、龍崎&佐藤ペアの作品です。あんこを使ったお菓子の代名詞といえばこれ。マジ？こんがり香ばしいたい焼きです。たい焼き、よく作れたね。え、たい焼き、あの龍崎さん、本当にこれですか？ええ、間違いなくてよ。たい焼き、手作りで。いつもゴージャスだのエレガントだのいう龍崎さんにしては、随分と野暮ったいもの出してきたもんね。野暮かどうかは食べてみればわかりますわ。ほう、うん、ではいただくとしよう。おお、これは、なんということだ。この至高のたい焼きですよ、これは。たい焼きじゃないわね。このしっとりとした生地の甘み、これはクレープ生地か。たい焼きの皮にクレープを使ったというのか。クレープたい焼き。あら、ほんと。それに中にはあんこと生クリームが入ってる。生クリームも入ってる。これは普通に美味しそうだね。あんこの風味、これはシナモンか。これはまさに和洋折衷。和洋折衷。なにこれ、いちごが丸ごと入ってる。なんかいろいろ、おお、いろいろ。食べ進むうちに甘くなった口に、途中にイチゴを入れることで飽きさせない工夫か。このたい焼きはすごいな。要はイチゴ大福のパクリだね。まあ確かに美味しいけどさ。イチゴ大福、昨日食べた。あ、昨日大福食べてないね。庶民的な味の中、クレープか。豪華さと優雅さが確かに感じられる。実に素晴らしい味だった、うんうん、ユニークといえばユニークよね。でも味は真剣だったから。これはめちゃくちゃ美味しそうだな。ごちそうさま。どうやら審査結果が出たようです。パティシエファイト全国大会第1回戦の覇者は、これはもらったね。10対8で、おお、龍崎&佐藤ペア。これで負けたらどういうこっちゃってなるから。さすが龍崎選手、序盤から見せてくれました。型破りな作品で見事第1回戦を突破しました、うん、しかし負けた鬼ヶ島選手もよく戦いました。今一度選手たちに熱い拍手をお願いします。で、向こうの試合は藤宮さん VS みかんちゃん、うさぎみかんちゃん。結構余裕でしたわね。またそんなこと言って、みちるさんいつも洋菓子ばっかりだから、あんこなんてほとんど使ったことなかったんでしょ、うんうんうん、そうですわね。ま、今回はあなたに助けられた部分も少
少なからずあったことは認めて差し上げますわ。あ、じゃあやっぱこれはペアの強み。お、そっちももう終わったのね。ちゃんと勝った？きた。うん、勝ったよ。たまきさん、あなたの方ももう終わりましたの？当然勝ったのでしょうね。うん、なんとかね。何の描写もなく負けるみかんちゃん。なんで着ぐるみ着てたんだあの子は。その謎だけが残ってしまった。うん、あのね、水羊羹。すげえ、羊羹。水羊羹、またえらくシンプルなもので勝負に出たね。みかんちゃん何作ったのかな。昔からあなたはそうですわ。見た目なんてどうでもいい、勝負なんてどうでもいい。みかんちゃんってみかんちゃんルードの時でもほとんどあっさりと勝ちを奪っていく。調理描写がなかったからさ。だって無駄に飾ってあっても食べにくいだけでしょ。で、なんであの子着ぐるみ着てたんだ。気になるわ、謎だわ。それはデコレーションを得意とするこの私に喧嘩を売っていると受け取ってもよろしいんですの。お、まあまあ、ここは抑えてくださいよ。こんなところでいがみ合っても仕方がないでしょ。いや、でもこれお互い勝ちすんだから、さっきも言ったけど2回戦目で当たるよね。ねえ、まもるちゃん、私の水羊羹まだいっぱい残ってるから後で持ってきてあげるね。食べてみて。え、あ、うん。敵に塩を送るつもりです、ね。言うと思った。そうは言わないけど。いいですわ。それなら私たちが本日作った作品を。水羊羹とたい焼き。いいなあ、なんか普通に。はい、これ。たい焼き。先生じゃないけどお茶欲しくなるわ。それをただのたい焼きとは思わない方がよろしくてよ。食べてごらんなさい。いただきます。さあ、どうですの。あら、これクレープ。クレープたい焼きというね。ただのたい焼きではないと言いましたでしょう。高話題が出た。そっか、マモルちゃん、あのクレープ屋さんに行ったのね。うん、そのおかげでいいヒントになったよ。うん、何の話ですか。あ、これちょっとまずいんじゃない。クレープの情報が実はお姉ちゃんからだったっていうのは。この前僕とみちるさんでクレープを食べたじゃないですか。あのお店ってまた嫉妬の炎が。お姉ちゃんに教えてもらったんですよ。嫉妬の炎がバチバチ。なんですって。あ、そこ引っかかる。やっぱりですから美味しいクレープ屋さんがあるってお姉ちゃんが教えてくれたんです。それはつまり私はすでに玉木さんに塩を送られていたということですの。いや、別そこまで。でもそれは。言い訳など聞きたくありませんわ。敵に塩を送られていたことも知らずにいい気になって、挙句にその作品を自慢げに差し出したとは、まるで道化ですわ。みちるさん。いや、みちるさん、恥を知りなさい、この裏切り者。え、みちるさん、マジでそこでやっぱブチ切れちゃう。言っちゃった。まもるちゃん、彼女きっと何か誤解してるわ。急いで追いかけた方がいいよ。そうだね。無理だよ、みちるさんの顔見たでしょ。あの顔はみちるさん本気で怒ってる。今更何を言っても喜怒哀楽が半端じゃないんだよね、みちるさん。ごめんね、まもるちゃん、私またなんか余計なこと言っちゃったみたいね。私ね、これが全部たまに余計なこと、全部計算だったら怖いね。知らないうちに宇治宮さん怒らせたりしちゃうのよ。実は全部計算で、たまになんだけど、みちるさんを惑わすためにやってた、発言してたとかだったら怖いけど、この人の場合本当に天然なんだろうな。たまにかなあ。う、まもるちゃんひどい。あ、ごめんごめん、今回のことはお姉ちゃんが悪いんじゃないよ。かといって誰が悪いってわけじゃないけどさ。いや、かといえばお前が悪いよ。大丈夫、みちるさんには後でちゃんと僕が謝っておくから。後でっていうか今すぐ行った方がいいよ。どうしていつもこうなっちゃうんだろう。お姉ちゃんには後で謝っておくって言ったけど、しばらくはみちるさんと顔を合わせづらいな。そっか、つっても試合があるからね。こ
校に来て乱されたな、急に。昨日のこともあるし、なんだか入りにくいな。でも、いつまでもここでこうしているわけにもいかないし。よし、思い切って入ろう。おはようございます。あら、マモルさん、もう一日経ったんだ。ミチルさん、今日も朝から実習ですか？精が出ますね。今日は試合はないの？考えていれば、あっという間に取り残される世界ですからね。あ、はい、そうですよね。あの、今日は何の練習ですか？今日は塗り物の練習ですわ。塗り物？塗り物っていうと、デコレーションですか？そうですよね。パイピングとパスティアージュクラフトの練習をしますわ。全然何言ってるかわからん。あ、僕、両方とも苦手です。何もあなたにやれとは申しませんわ。これは私の特訓メニューです。え、あの、それじゃあ僕は何を？何もする必要はありませんわ。あなたは今のままで結構です。どうしてです？明日以降のファイトは私がメインで参加いたします。ほう。あなたには完全な補佐に回っていただきます。マジギレしてんじゃん。状況によっては何もしなくて結構です。ただ私の邪魔にならない場所で立っているだけで構いませんわ。そんな、どうして急にそんなことを？あなた、昨日の試合をお忘れですの？あ、迂闊にあなたの手を借りれば、私は計らずも敵の施しを受けることになりかねません。敵の施しというか、いや、ミチルとして、いいえ、一人のファイターとして決して許されることではありませんわ。そうなのかは？誤解ですよ。あれは別に。言い訳は結構です。家庭はどうであれ、結果として私は藤宮玉木に借りを作ってしまいましたのよ。そんな大げさですよ。うん。何が大げさなものですか。今思い出しても顔から火が出そうですわ。そんなに屈辱だったんだ。とにかくあなたはもう金輪際余計なことはしなくて結構です。ここに来てパートナー。でもそれじゃあ僕は何のためにいるんですか。パートナーの意味なんてないじゃないですか。それが嫌なら今からパートナーを解消してもよくってよ。なんてこった。なんでしたら玉木さんのところへ行って新しくペアを結成してはいかがですの。ちょっとミチルさん、なんでそんなことを言うんや。なんですの、それ本気で言ってるんですか。私が冗談を言ってるように見えまして。じゃあ僕はもうミチルさんにとっては必要ないんですか。私の邪魔をしないのならそばにいても構わないと言いましたでしょ。答えになってないです。ミチルさんは僕がいなくても平気なんですか。もともと私はずっとソロで戦ってきましたわ。あなた一人いなくなったところで何も変わりませんわ。ひどい。そうですか。どうしますの。ペアを解消するかしないかはあなた次第ですわよ。嫌ですよ。僕はペア解消なんて嫌です。ですけどこのままではお互いに相殺し合ってチームは自滅しますわよ。分かってます。せっかくいい感じになったと思ったのに。僕はミチルさんの補佐に回ります。ミチルさんが僕が邪魔だって言うなら何もしません。そばで立ってます。いやいや、でもこの精神状態で絶対藤宮さんには勝てないって。それでよろしいんですの。よくないです。よくないですけどペア解消は嫌です。たとえペアを解消してもお互いにソロで大会参戦が可能ですわ。どんな大会なんだよこれ。それにあなたが望むなら他の参加者と新たにペアを組むことも可能です。そのことはご存知でしょ。はい、知ってます。だったらどうしてそこまでこのペアにこだわりますの。僕はミチルさんが僕をパートナーに選んでくれて嬉しかったんです。こんな僕でもミチルさんは必要だと思ってくれたんだって。それがすごく嬉しかった。
ペアが決まってからずっといろんなことを考えました。どうすればミチルさんの負担にならないかとか、何をすればミチルさんが喜んでくれるだろうかって。でも結局はミチルさんに負担をかけてばっかりだったし、いつも怒られてばっかりでした。ミチルさんには申し訳ないですけど、それでも僕は楽しかったんです。そうか、マモルちゃん。ミチルさんが何もするなって言うなら何もしません。邪魔しません。でも今ここでペアを解消したら、僕は本当に何もできなくなってしまうから、せめてミチルさんのそばにいられれば僕にもできることが見つかるかもしれない。だからいいですか、もう少しだけそばにいても。バカな子、お好きになさい。はい、ごめんなさい。謝る必要はなくってよ。それよりあなたは顔を洗ってきなさい。そんな泣き晴らした顔でそばに立たれては、マモルちゃん、まるで私がいじめなかしたようではないですの。はい、顔洗ってきます。すぐに戻りなさい。はい。あーでもよかった、ペアで継続思っていたことを全部話したら少しだけすっきりした。泣いてすっきりするなんて、なんだか僕最近ますます女の子っぽくなったような気がする。最近っていうか最初からかなり女の子だったよ。これでよかったんだよね。完全な女の子になっていくよね。僕自身ミチルさんと離れたくないってのもあるけど、なんとなくだけど今ミチルさんを一人にしちゃいけないような気がする。その通り。だからこれでよかったんですよね。ミチルさんにはお前が必要なんだよ、マモルちゃん。これで補佐に回るの。僕が顔を洗って戻ってくると、ミチルさんはもうすでに一人で実習に取り掛かっていた。ミチルさんは部屋に入ってきた僕をちらりと横目で見ると、そのまま何も言わずに作業を続けていく、うん、僕は何をするでもなくただぼーっと突っ立ってそれを見ているだけ。邪魔にならないようにミチルさんの指先や仕草を見ているだけ。マモルさん。はい。そこでぼーっと立っていられますと気が散りますわ。すみません。そこの椅子にお座りなさい。じゃあ見ててもいいんですか。私は立つなとは言いましたが、見るなとは言っておりませんわ。はい、じゃあ座って見てます。それだけ言うとミチルさんはまた作業を再開する。切り出した発泡スチロールをボトムベースに見立てて、絞り袋を使って器用にパイピングしていく。いろいろなサイズの口金を使い分けて、いろいろな模様が均一に絞り出される。パイピングってあれか、まさに絞るやつか。やっぱりミチルさんってすごいな。とりあえず一つ作業が終わったみたい。そう言って鼻を鳴らすと、ミチルさんは仕上げたばかりのデコレーションをナイフで削り取り始めた。あー納得いかなかった。何ですの。せっかく綺麗にできたのにもう崩しちゃうんですか。崩さなければ練習になりませんでしょ。それに失敗ですわ。エッジにシャープな針がありません。シャープな針。はあ、そうですか。いいからあなたは黙って見ていなさい。はい。そしてミチルさんはまた最初からパイピングを始める。いや見てるだけは良くないと思うよ、この状態。そんなミチルさんを黙ってじっと見続けるしかない。ミチルさん、ちょっと考えを改め直してほしいな。ミチルさんを見ていて気がついたことがいくつかある。ミチルさんは作業中に何度も長い髪をかき上げるんだよね。ほう。あ、まただ。髪をかき上げる。9回目だ。邪魔なら切るか縛るかすればいいのに。髪確かにぐるんぐるんだもんね。待てよ。でもミチルさんって普段会話している時もいつも髪の毛をかき上げるよね。
確かにその立ち合いってことはただの癖なのかな、ね、癖って言えばみちるさんは時々指についたクリームを舐めるんだ。可愛いことしてんな。なんかみちるさんってああいう人だから指を舐めてる姿って、いやでもしっかりみちる観察できてるね、まもるちゃん。そのこれはでも何かみちるさんの改善につながっていくかもしれない。みちるさんが小さく舌を出して自分の指をペロって舐める仕草がなんていうかちょっとドキドキする。ほらスケベーこらチェリーこら持ってるそばから舐めてるよ、かわいい。推しマークは何なんだよ。何ですの。え、何がです。今私の顔を見てニヤニヤしていらしたでしょう。いえそんなことないです。本当です。嘘じゃないです。別にみちるさん可愛いなとかそんな失礼なこと考えてません。まったく真面目に見学しているかと思えばあなたって人は。すみません。いいですこと、あなたが見なければいけないのは私の顔ではなく手先です。よろしいですこと。いや手先を見てたんだよ。はい、見てたら舐め出したからた指ペロペロしだしたから。そうだよね、僕が見なきゃいけないのはみちるさんの手際なんだよね。それなのに顔を見てニヤニヤしてたら怒られて当然だよ。それにしても僕そんなにニヤニヤしてたのかな。うん、その後もみちるさんは何度もパイピングを反復練習したり、バスティアージュで綺麗なバラを作ってみたり。バラなんて作れるんだ。何時間もダメだダメだと繰り返していた。頑張ってんね。マモルさん、それを見てるだけって。マモルさん、しかも挙句寝てんじゃねえのかこいつ、誰かが僕の体を揺すっている。朝チューンやないですか。起きなさいマモルさん。優しい声、耳に染み込むような穏やかなささやき。お母さん。お母さん。むにゃむにゃ。え何したの。ヘップヘップ、みちるママ。痛い、はあ、やっと起きましたわね。何したんだよこのスケベ。ひどい、みちるさんまた僕をぶったんですね。何度起こしても目を覚まさないあなたがいけないのですよ。もう兄も顔面を叩かなくたって、赤くなってたらどうするんです。赤くなってるのはみちるさんの方なんだけどね今。あら、なんでみちるさん顔が赤いんです。うん、そんなことより何をしたんだ今。さっさと準備をして会場に向かいますわよ。はい。大会2日目。これ相手って藤宮さんじゃない。お待たせしました。それではパティシエファイト全国大会第2回戦を開始したいと思います。うん、第1回戦を勝ち残り第2回戦に駒を進めたチームは彼女たちだ。まずは A チーム、さくら、みつき&むつき。さくら姉妹か。素晴らしいセンスと抜群のコンビネーションを誇る双子のパティシエです。そうね、コンビネーションってことに関してはここが一番なんだろうな。龍崎みちる&佐藤守るペア、類まれなるセンスと。なんか A ブロック B ブロックみたいな感じだから、そっか、若い才能のあふれる。別に勝ち上がったからといって次藤宮さんってわけではないのか。第1回戦に続きどんな感動を我々に与えてくれるのでしょうか。さあ第2回戦が始まりますよ。じゃあやっぱこの感じでいくなら藤宮さん決勝だろうな、はい、間違いなく。昨日申しましたように今日の試合であなたは何もしなくて結構ですわよ。はい。見てるだけ、まもるちゃん。それではパティシエファイト全国大会第2試合の課題を発表します。チェリーを使ったお菓子。チェリー来たじゃん。
一部では食べるルビーとまで言われるほど高級果実なさくらんぼ。これみちるさんの読み通りだね。チェリー来たね。地元の農園から数時間前に届いたばかり、新鮮そのもののさくらんぼ。さて一体どんなお菓子になるのでしょうか。たくさん試作したからね。それではパティシエファイト、レディーゴー。 あ、恥ずかしい恥ずかしい、ここのゴー恥ずかしい。チェリー来たよ。でもまずは両選手を軽く見てみましょう。さくら選手たちは二手に分かれて作業を開始したようです、うん、姉みつきが生地担当、妹むつきがさくらんぼを担当するようです。それではかわいいな、さくら姉妹。やはり今年はチェリーできましたわね。予想通りですわ。そうだね。はでもみちるさん、結局試作では一度も成功してないんじゃ。成功してないんだっけ。糖度が高くて果汁が多い。それだけデータが揃っていれば十分ですわ。おお。でも特訓の成果が。うるさいですわよ、あなたは黙って見ていなさい。おっと、どうしたのでしょう。龍崎佐藤ペア、いまだに動きがないようですが。あっと、走行するうちに龍崎選手が動き出しました。どうやら生地作りに取り掛かるようです。これはどうしたことでしょう。動き出したのは龍崎選手のみです。パートナーである佐藤選手はその場に立ち尽くしていやー、まもるちゃん、これは何かの作戦なのでしょうか。できない。それともこんな試合は私一人で十分とでも言わんばかりの強気の挑発か。おっと、一方のさくら姉妹、こちらは作業を分担して手際よく進めています。さすがは息の合った姉妹と言えるでしょう。素晴らしい作戦です。そうだよね、双子だもんね。これは早い。完璧な連携で通常の3倍のスピードで作業をこなしています。果たして龍崎選手は一人で追いつくことができるのでしょうか。うちの道を舐めないで。やっぱり一人では無理ですよ。一人じゃ作業時間で大幅にロスが出ます。でもロス出てる。この程度のこと、藤宮玉城は一人でも鼻歌まじりでこなしますわ。おそんなこと言ったって、お姉ちゃんならこんなに時間のかかるメニューは選びませんよ。僕手伝います。マモルさん、勝手な真似を。あ、マモルちゃん乱入。おっと、このままでは間に合わないと判断したのか、ついに佐藤選手も動き出したようです、うんうん、佐藤選手、さくらんぼを手にすると猛然と処理を始めました。あー、さくらペアにアクシデント発生です。突然、むつき選手、え、口から何か赤いものを盛大に吹き出しています。大丈夫でしょうか。むつきちゃんが死にかけてる。どうやら活動限界に差し掛かっているようです。手元の資料によりますと、妹のむつき選手は15分しか戦えないガラスの心臓のようです。吐血してるもうちょっと、いやじゃなかった。キッチンに。あ、ピーポーピーポーなってるよ。むつき選手を後方へと下がらせ、作業のすべてが姉みつき選手へと譲られましたもうむつきちゃんやばすぎるだろ。しかし、いやでもその辺の話、さくら姉妹ルートでどうなってくるのか。間に合うのでしょうか。いやこれもう試合中止にしたってくれ。喜ぶなんて不謹慎だけど、今がチャンスだ。この隙に一気に作業を進めるみちるさん、フィリングは僕が担当します。あなた、チェリーパイを作った経験がありますの？ないです。でもこの前みちるさんが作っているところをずっと見てました。バカなことを。見ただけでどうにかなるはずありませんわ。余計な手出しは無用です。むつきちゃんが吐血している今のうちに。どんなに美味しくできたって時間内に完成させなければ失格ですよ。ですけど。時間切れ失格なんて、それこそお姉ちゃんに笑われます。どうしねって無邪気にコロコロ笑われます。うん、仕方がありませんわ。こうなったらあなたに任せますわよ。はい。さあ、戦いは後半戦に入っております。前半で華麗な連携とテクニックを披露してくれたさくらペアに対し、龍崎佐藤ペアはどこまで食いついていくのでしょうか。これはでもいい勝負になりそうですね。うわー、追わないよ。え、あ、みつきちゃんが、みつきちゃん頑張ってる。こちらできました。まもるさん、あなたチェリーの種はちゃんと抜きましたの？種は全部食った。抜くんですか？当たり前でしょ食うもんだとばかり。今から抜きます。すぐ抜きますから。さあ、まもなく終了の時が訪れようとしています。ゴー。いや、これはこの試合はちょっとお互いドタバタだったな。間に合え間に合いませんわ。え、大丈夫、絶対間に合います。あと1秒。1、
これ大丈夫なの？移りたいと思います。すげえ熱戦。まずはさくらみつき、さくらむつきペアの作品。血にしか見えねえよもう。食べれば胸が大丈夫かよ。いやむつきちゃん、むつきちゃんが失敗なんだけど。たっぷりとしたタルトの上に透き通るチェリーソースに果肉がたっぷり。15分しか活動できないんだね。あふれる作品です。それでは審査が始まります。私の作品を食べてください。ではいただくとするか。いただきます。文字通り命がけで作った、これは作品ですから。なんということでしょう。素晴らしい。このさくらんぼの甘酸っぱさがなんとも絶妙だ。ビング独特の酸味の弱さを壊さないように実に丁寧に焼き上げた。でもやっぱすごいんじゃない桜姉妹。チェリーでね、急に出されて上品な甘みが最高のバランスを醸し出している。ここまで言わせるなんて。表面に塗られたアプリコットのジャムがまた涼感を与えつつも口当たりを良くしています。実に素晴らしい作品だ。対策してたのかな。ごちそうさまでした。さて、それでは龍崎&佐藤ペアの作品。おお、チェリーパイといえばこれしかない。アメリカ版おふくろの味、一度食べたら癖になるチェリーパイです。どうぞお召し上がりください。種取った？ちゃんと。ほう、これはまた見事にホームメイド風な。そうですね、まさにアメリカの家庭という感じですね。ほう、これは、うん、うまい。汁気の多く酸味の弱いアメリカンチェリーパイ。これはやっぱ練習の特訓の成果が出ましたね。ニューヨークで食べたあの味だ。ニューヨークで食べたあの味。そしてニューヨークの味を再現してしまった。ここにあるフィリング、これはわざと種を残して火を通し、種からエキスを引き出しましたね。そうなの。さらには加熱の済んだ果肉からちゃんと種を抜き取る心遣い、まさにアメリカの母親の愛情を感じます。この甘いパイを頬張りながらブラックコーヒーを勢いよく吸う。種取ってなかったのは偶然な気もするけど、偶然だと思うけど、結果的に良かったみたいだね。壮大なお菓子で何言ってんだこいつら。全然何言ってか分かんなかったけど、ハプニング満載だったこの2試合目。どうやら審査結果が出たようです。パティシエファイト全国大会第2回戦の覇者は、9対8で、おー、龍崎&佐藤ペア、ギリギリ。危なかったね。さすがに龍崎佐藤ペア、多少不安のある試合運びでしたが、見事第2回戦を突破しました。惜しくも負けてしまったさくら姉妹にもその健闘をたたえ熱い拍手をお願いします。すぐに病院に行ってくれ。ほんとさくら姉妹はむつきちゃん怖いわ。あ、でもなんとか2試合目も勝てたけど。マモルさん、あなたさくらんぼの種のことご存知でしたの？あ、種を残して調理するってやつですか？まあ一応。あ、そうなんだ。分かってた上でやってたんだ。でもフランスの田舎ではそれが当たり前なんだそうです。この前授業で習いました。へー、確かにそうですわね。でもそれはタルトでのお話です。それをアメリカンチェリーパイであんな真似をするなんて。結果的にでもそれが良かったんだよね。謝る必要はありませんわ。私はそのことを授業で習っていたことすら思い出せませんでしたわ。いやほら、だからやっぱこうやってペアの力があるじゃん。余裕がなかったということでしょうね。なんだか自信をなくしましたわ。この全国大会やっぱいろいろあるね。そんな弱気なこと言わないでくださいよ。みちるさんとの全国大会は、いつもの自信たっぷりなみちるさんはどうしちゃったんです？言ってくれますわね。でも今の私には言い返すだけの自信はありませんわ。おかしいですよ、本当にどうしちゃったんですか？いつもなら生意気を言うんじゃありませんって僕を殴るじゃないですか。今なら仕返しに殴り返しても私は怒る気力もありませんわよ。
殴っていいんですか？なんでやねん。お好きになさい。僕の性格なら絶対に殴らないって思ってるでしょう。本当にどうしちゃったんですか？明日は決勝なんですよ。次決勝か。もう分かってますわ。いよいよバトルオブ富士宮ですよ。だったらシャキッとしてください。ミチルさんがそんなんじゃ僕どうしていいのか。もうほんととことんミチルさんの気分に振り回されるんだよね。一人にしてくださいませんこと。はい、わかりました。僕もそんなミチルさんを見てるの辛いです。ありがとう。あのミチルさん、一人にして大丈夫かな。何かあったらいつでも言ってください。また手握ってあげてればいいんじゃない。部屋にいますから。参ったな、こんなミチルさんを見たの初めてだよ。なんかその純粋にパティシエとしての技術だけではなくて、この全国大会は何を言っても反応が悪いし、ミチルさんとのこの関係、言葉だけで慰めるのは無理だよね。それが本当に大事になってきてるよね。今のミチルさんに僕が何をしてあげられるんだろう。勝利の鍵はもうそこしかないですよ。部屋に戻ってきてからも口から出るのはため息ばかり。なんとかミチルさんを元気づけてあげたい。考えることはそればかり。きっと僕がもっと大人なら上手な慰め方とかもあるんだろうな。まあでも一緒に飲みに行ったり酒で解決すんの、それは良くない気がするよ。カラオケで大暴れしたり、もっと良くないわ。飲んだ帰りにラーメン屋で愚痴を聞いてあげたり。ああでもそれはいいかも。それは僕のお父さんのやり方じゃないか。あ、お父さんそんななのか。まさかミチルさんお父さん荒れてんな。そんな親父臭い真似なんてできないしな。ミチルさんと飲み行きたいね。待てよ、ミチルさん用途どうなんだろう。あ、そうだ、チーズケーキ。お父さんならそんな慰め方をすると思う。お父さん、ミチルさんお父さんにねチーズケーキ食べてもらって美味しいって言ってもらったことがパティシエになるきっかけだった。お母さんだったら、僕のお母さんは落ち込んでいる僕をどうやって慰めてくれる。そうか、そうか、そういうことか。マモルちゃんにできることは一つだけですよね。マモルさん、いらっしゃいまして。あ、でもミチルさんの方から来てくれた。マモルさん、入りますわよ。お留守みたいですね。あ、そっか、今作りに行ってるんだ、きっと調理室に。いつでも来いと言っておきながら一体どこへ。いや怖いな、急に急に来る先生のアップやめてくれ。高木先生、聞いたわよ、第2回戦突破おめでとう。ええ、ありがとう。そういえば全然あれだね、彩香ちゃんとか吉野とか出てこないね。あいつら本当遊びほうけてんだろうな。こうして学友が頑張ってんだから応援に来てくれよ。先生よりもっともっと出てほしい。去年の規約と彩香ちゃんたち。あ、今年のミチルさんは？そうですか。ああ、そうそう。2回戦の第2試合だけど、大方の予想通り藤波屋さんが勝ち進んだわよ。そうか。いよいよ念願のリベンジが叶うわね。ピッと気を引き締めていかないと決勝で負けちゃうわよ。ミチルちゃん？ミチルちゃん、呼ばないでください。ああ、なんかあなた様子が変よ。そうですか。そんなことより高木先生。なーに？マモルさんを見かけませんでした。マモルちゃん、さっき見たけど。どこでですの？なんか調理器具をいっぱい抱えて廊下走ってたわよ。調理器具を？私ね、ついいつもの学校の癖で廊下を走っちゃいけませんって言ったんだけど、そしたらすみません。でもこのシュークリームはまたね、あの校内パティシエファイトの決勝の時みたいに、
思いがたっぷり詰まったシュークリームだよ。命令でも出したんでしょう。夜までにシュークリーム1000個作れとか。私は何も言ってませんわ。あら、そうなの？でもマモルちゃん相当慌ててたわよ。走りながらボロボロ調理器具落としちゃって。ほら、このナイフもマモルちゃんが落としていたのよ。危ないな。これラブレスなんだけど、もらっちゃっていいのかしら。それでマモルさんはどちらへ向かったんですの？さあ、そこまではわからないけど、もしかしたらふやけた龍崎さんに見切りをつけて自分一人で勝つための特訓を始めたんだったりしてね。またそんな不安になるようなことを言って、ね、冗談よ。ほら、ここ笑うところよね。ほら。先生、私失礼いたしますわ。あ、うん。やっぱどうもこの先生好きになれないんだよな。なんだろうな。あら、龍崎さん、こんにちは。富士宮さんが来た。決勝進出おめでとう。私もね、勝ったのよ。知ってますわ。いよいよ明日は決勝ね。お互い頑張りましょうね。そうですわね。あら、どうしたの？なんだか元気がないみたい。お腹が痛いの？なんでもありませんわ。私、お薬持ってるわよ。もしかして龍崎さんって重い方？バファリン、ルナを飲もう。違いますわよ。何でもないと言ってるでしょ。わあ、怒ったよ。なんで？いいですわね。あなたは悩みが。なんかちょっと仲良くなっちゃってんじゃん。私だって悩む時ぐらいあるわ。ただ人より上手に解決する方法を知っているだけよ。え？ありますの？そんな方法が。上手に解決する方法？うん、すっごく簡単なの。何も考えないようにするだけなのよ。それができる人間は少ないぞ。やっぱりあなたが羨ましいですわ。なに？龍崎さん、何か悩みがあるの？あなたには関係ございませんわ。むしろそんなことないわよ。ほぼあなたが原因のような。私だって女ですもの。理不尽な辛い痛みからは一秒でも早く解放されたいの。生理じゃねえっつんだよ。どうしてもそっちの話題に持っていきたいようですわね、あなたは。あら、違うの？先ほども違うと言いましたわよ。でもどうせ私には相談する気なんてないんでしょ？当然ですわ。なら、マモルちゃんに聞いてもらえば？できませんわ。どうして？そのためのパートナーでしょ？見当たりませんのよ。ほえ？ほえ？ですから、相談しようにもマモルさんが見当たりませんの。あら、そうなの？私、さっきマモルちゃんと会ったわよ。どこでですの？にやり、知りたい。なんか、本当にもうお友達の会話。結構ですわ。あなたには尋ねません。失礼しますわ。あ、待って待って、冗談だから。ね、マモルちゃんはね、さっき私の部屋に訪ねてきたの。あれ、またそんな言い方して、この子は。あなたの部屋を？またミチルさんの心を乱すような。そう、なんかね、バレットナイフをどこかに落としちゃったって言って私の部屋に借りに来たのよ。別に貸すのはいいんだけど、どうして龍崎さんに借りないのって聞いたら、ミチルさんにはしばらく会いたくないんだって。ちょっとちょっと、これどうしてって聞いたら、大丈夫？それは秘密だよって言われちゃった。言い方が。会いたくない。なんかマモルちゃん、やけに楽しそうだったけど、何かあったの？マモルさんが。あ、これは最悪の伝わり方しちゃったじゃん。あれ、龍崎さん、どこに？またミチルさんが病む。もう何回目だよ。ミチルさんが病むの何回目だよ。一波乱も二波乱も三波乱も四波乱もあるな、これ。
私に会いたくないですって。結構ですわよ。ふてくされて一人でブランクに会いたくなんてありませんわ。あー、そっか。ちょっと一回ここでセーブしておいていいですか。ちょっとね、長時間収録になってきて俺自身にも糖分が必要だ。疲れちゃった。さあ、休憩して続きいきましょうか。でもさすがにもう終盤だよね。私が一人で始めたことです。もうクライマックス入るんじゃないかな。今さら守さんなんてどうでもいいですわよ。だいたい何だっておっしゃるんですの。こういうところで私の何が気に入らないと言いますのよ。さっとシュークリームを持って現れるのだ。私に不満があるのでしたら面と向かっておっしゃればよろしいのですわ。別に私だってめっちゃ一人で喋ってんじゃん。一切耳を貸さないほど頑固者ではありませんわ。聞くだけでしたら聞いて差し上げますし、その意見が正しいと思えば少しぐらいなら素直になってあげないこともありませんのに。もし私めっちゃ喋るじゃん。一人でブランコでめっちゃ喋るじゃん。私から謝って差し上げてもよろしいのに。それを何もまだ喋る。消すなんて卑怯じゃありませんこと。ここでさっとヒーローはやってくるんだ。私が今まで守さんにしてきたことを考えればそれも仕方がないのかもしれない。いやでもここでなんかこうして反省できるっていうのはすごいミシルさんいいよね。理由をつけてボカボカと殴りつけて玉木さんに嫉妬しては守さんに辛くなって。あー、でもなんかそう自覚がちゃんとあるというか。心配をかけさせて。はい、ミシルさん泣いてる。もし私が守さんの立場ならとっくに愛想を尽かしてますわね。お、マモルさん。ガサガサっと茂みから。あ、猫。猫でしたの。野生のマモルちゃんかと思った。そうですね。ついに野生に帰ったのかと思った。そんなに都合よく行くはずありませんわよね。なんかいいね、野良猫と戯れる。ミチルさん、私は一人です。野良猫に語りかける、いいじゃない。ヤンキー漫画とかでは定番だけどさ、お嬢様がやってるのは初めて見たわ。猫が答えるわけないですわよね。私は餌なんか持っていなかったよ。さっさとどこかへお行きなさい。なんですのよ、何も本当に言われてしまわなくても。ああ、猫ですら冷たくあしらえばすぐにいなくなってしまう。結局私は守さんの優しさに甘えていただけですのね。また戻ってきましたの。またガサガサと。何度来ても私は餌なんか持っていませんわよ。餌ですか。来たー。みちるさん、お腹空いてるんですか。野生のみちるさん、いやー、まもるちゃんがやってきた。ここで来るところが男前。まもるさん、一回猫を挟むのが憎いね。もう探しましたよ、みちるさん。こんなところで何を。で、あれ、みちるさん、泣いてるんですか。泣いてなくいませんわ。泣いてるじゃないですか。鏡で自分の顔見てくださいよ。まあ、恋にすれ違いはつきものです。あなた、今までどこに。いいえ、ここに何をしにいらっしゃったのです。はい、みちるさんに元気を出してもらおうと思ってケーキを焼いてきました。うん、ケーキ、私のために。はい、びっくりさせようと思ってこっそり作ったんですよ。これでも急いで作ったんですけど結構時間がかかっちゃいましたね。こんなものを作るためにバカ。あら、あ、バカってひどいですよ。一生懸命作ったのに。あなたは
私が一体どんな気持ちで。そうだね。まあまあ、とりあえず食べてみてください。それで美味しくなかったらバカ決定ってことで。みちるさんへの思いがたっぷり詰まってるから。いただきます。どうですか、ちょっとしたものでしょ。これを食べればすぐに元気が出ますよ。しょっぱいですわ。涙の味ですわ。やだな、それはみちるさんが泣いてるからですよ。泣いてないって言ってますのに。誰にいじめられたんです。僕が文句言いに行ってきてあげます。あなたですわ。そうだね。あ、僕、私の前から急にいなくなって、この私に散々探し回らせて、挙句の果てにやっと出てきたと思えば、こんなしょっぱいケーキを食べさせて、全部あなたのせいですわ。まいったな、そんなにしょっぱいですか。僕バカ決定ですね。でもみちるさん、僕前に言いましたよね、部屋解消は嫌だって。ずっとみちるさんのそばにいたいって。そこまで言ったっけ。ずっとみちるさんのそばにいたい。そんな僕が。そこまで言ったっけ。みちるさんに何も言わずにいなくなるわけないじゃないですか。どうして信用してくれないんです。私は子供の頃から誰か他人を信用したことなど一度もありませんわ。それでも僕を信用してください。僕はずっとみちるさんのそばにいますから。お、信用なんて今さらそんなこと無理ですわよ。じゃあ指切りしましょうか。子供じゃあるまいし。みちるさん目を閉じて。おっと、いいから。まもるちゃん男を見せるか。あ、かわいい。かわいい。注意しちゃった。いや、攻めたね、ここで一気に。僕はずっとみちるさんのそばにいます。いい顔。この唇に誓うよ。急にイケメンになりやがったな、まもるくん。マモルちゃんかマモルくんかマモルさんかもう分かんねえけど。ね、これなら信じれる？本当に？うん、約束する。絶対ですわよ。こんな約束を交わした以上、もう私はあなたの人は生きていけないのですから。いいセリフ。うん。おお。勢い任せってって言ったらキスしちゃったよ。みちるさん怒るだろうけど、みちるさんとのキスは僕にできる精一杯の意思表示だった、うん、僕は慣れないことをしたせいですっごく緊張したけれど、なんだかみちるさんは逆に落ち着いたみたい。試しに冗談でみちるさんキスは初めてって聞いたら、そんなん聞いたんだ。男の子としたのはねって言っていた。女の子とはしたんですか？その話はあらいつかしっかりと聞いておかないといけないような気がする。吉野じゃね。何にせよ吉野がしたんじゃね。落ち着いてくれたのはよかった。昔お母さんが僕に教えてくれたように、やっぱりお菓子には人を感動させたり喜ばせたり、そして時には慰めてくれたり、なんかそんな不思議な力があるんですね。お母さん、僕は今パティシエの道を選んで本当に良かったと思っています。おー、なんか根本みたいなところだよね。明日はいよいよ全国大会の決勝。僕とみちるさんは決意も新たに、夕暮れの海沿いの道を二人並んでゆっくりと歩いて帰った。絆が復活したどころかさらに強いものになりましたね。どうでもいいけど、みちるさん僕の服の裾をギュッと掴んで歩くのやめてくれないかな。かわいい。
もう絶対にみちるさんに黙って勝手にいなくなったりしないから。すっかり甘えん坊になっちゃって。ほう、みちるさんともイチャラブきましたね。これで決勝戦だもんね。まもるさん、二人の愛の力を見せつけてやるんや。誰かが僕の体を揺すっている。起きなさい、まもるさん。このささやきボイスいいね。優しい声、耳に染み込むような穏やかなささやき。うん、お母さん。あれ、デジャブ。お母さん、むにゃむにゃ。またポヨンポヨンって。うにゃ。あれ、いちるひゃん、目が覚めまして。あれ今日は殴られない。なんですの、ポヨンってしたのに。あれれ、今日は殴って起こさなかったんですか。私、反省しましたのよ。ほう、これからはもう殴ったりなんかしませんわ。さすが。でもそれはどっかの彩香ちゃんとは大違いだぜ。寂しい気もしますね。あら、殴ってほしいときはその旨伝えていただければ、いつでも殴って差し上げましてよ。そう、性癖だよそれは。そんなことより決勝が始まりますわよ。さっさと準備をして会場に向かいますわよ。ついに来たか、決勝戦。富士宮お姉ちゃんとの決勝戦ですよ。ついに決着をつける時が来た。ついにこの時がやってまいりました。全国パティシエスクールの頂点に立つパティシエが本日決定されようとしています。今日の決勝戦を飾るのはこの2チーム。みちるさんもまもるちゃんもね、もう本調子だよね、完全にね。まずは前年度優勝者、上昇の大天才、藤宮玉城選手。たった一人で決勝戦へと駒を進めるその姿は、まさに王者。素朴な見た目でありながら何者をも寄せつけない最高の味。そうだよな、ソロで優勝してんだもんな、すごいよな。そのあまりの味に動揺を隠せないでしょう。そして彼女に挑むのは湯崎みちる&佐藤守ペア。これまでの試合ではうまく呼吸が合わずに苦戦したようですが、ついに決勝戦までたどり着きました。一見チグハグに見えて、その実もチグハグというこの奇妙なペアが、ここまで勝ち進むと誰が予想していたでしょう。チグハグペア、これぞまさに奇跡、ミラコーです。ミラコー、なんかミラコーとか言ってます。軽く巻き舌なのがちょっとムカつきますね。マモルさん、あなた随分とはっきりと物をおっしゃるようになりましたわね。落ち着いてるね、二人ともね。だって僕が弱気だとミチルさんを不安にさせちゃうでしょ。今日はちょっと強気な僕なのです。おう、あらまあ、それは頼もしいですこと。それでは最終戦の課題は、課題、自由課題。出た自由だ、出た一番難しいやつ。ある意味それこそがこの全国大会のフィナーレを飾るのにふさわしいケーキです。潜在能力のすべてを引き出し、富士宮さんはやっぱプリンで来るのか。となるとこっちは、こっちはシュークリームか。全国大会最終戦、皆さんご一緒に、皆さんご一緒に、レディーゴー。恥ずかしい恥ずかしいここのゴー恥ずかしい。さあ、でもいよいよ決勝戦、さあ始まりました。これは熱いぞ。まずは前年度優勝者の富士宮選手を見てみましょう。チャンピオン、用意された材料は小麦粉、卵、いちご。どうやらスタンダードなスポンジケーキを作ろうとしているようです。素晴らしい手際で生地作りを開始しています。相変わらず一部の無駄もありません。とにかくね、シンプルなんだよね。龍崎&チャンピオン富士宮は見てみましょう。何を作る、こっちは自由課題か。何にしましょうか。何でも結構ですわ。そうですわね、マモルさん、あなたが決めてくださって結構よ。ほう、あ、僕ですか。シュークリームっていうのはいくらなんでもワンパターンですよね。ワンパターン、おっと、どうしたことでしょう。龍崎佐藤ペアは未だに作業に取り掛かっておりません。ここに来てチーム内で揉め事の発生でしょうか。
うるさいな、まだ話し合いをしている最中でしょ、邪魔しないでくださいよ強気だな。あの、マモルさん、もう少し穏やかな言い方があるでしょ。今日のマモルちゃんは違うよ。いつもの二人とは立場が逆になってしまったかのようです。確かに。でも本当にどうしましょう、早く決めないと、もう始まってますよね。シュークリームでよろしいのではなくて、佐藤守が一躍有名になったのはまさにシュークリームなのですから、このような晴れの舞台にはぴったりでしたよ。でも確かにそう思う。じゃあシュークリームがやっぱ一番得意なんだから、それがいいですわ。おお。じゃあ今日はみちるさんが一人で頑張ってみてください。どういうこと？どうしてですの？だって相手はお姉ちゃん一人ですよ。二人で戦うのってフェアじゃないじゃないですか。悔いが残らないようにタイマン勝負でいきましょう。マジかですけど、マモルちゃんがここで引く自信ないんですか？そんなことありませんけど。だったら気楽にいきましょう、負けてもいいじゃないですか。よくありませんわよ。気楽にっていうのはね、同じ相手に2年連続で負けたとあっては大事かも。松代までの恥ですわ。勝ち負けなんてどうでもいいじゃないですか。僕、久しぶりにみちるさんが作ったシュークリームが食べたいです。僕のために作ってください。僕のために。それでもし負けたらまた僕が慰めてあげます。おー、言うようになったな。おいね、そうですわね、それもいいかもしれませんわね。でも作るからには優勝を勝ち取ったシュークリームの方が美味しいに決まってますよね。分かってますわよ、負けるつもりなど最初からありませんわ。まさかの展開ですね。それでこそみちるさんです、かっこいいですよ。いい機会ですわ。玉木さんは忘れているようですから思い出させてあげませんとね。何をです？この龍崎みちるを敵に回すというその恐怖を。おあ、いいね本調子が出てきた。おっと、会場にこだまする龍崎選手の高笑い。そう、それでこそ龍崎選手です。みちるさん覚醒、これはいよいよ本領発揮です。いいね、この決勝戦ここで対マンになるのはいいな。そう、まさに司さんが言った通り、みちるさんはまさに無敵状態だ。そっか、ある意味だからみちるさんに任せちゃった方がいいのか。高笑いが出た後の試合はもはや決まったようなものだった。あ、そうなの？結果としては10対9でお姉ちゃんを破り、お僕たちは見事に全国大会で優勝を収めたすげえ、あっさり勝った。勝ったよみちるさん。そっか、あの高笑いで決まったんだね。どこで落としたの？いや、でもある意味マモルちゃんがいいサポートをしたよね。みちるさんをこう一気に活気づけたというかね。お姉ちゃん、何？何か探し物？勝った、優勝したよみちるさん。あ、マモルちゃん、この辺に砲丸が落ちてなかったの？砲丸は落ちてないと思うよ。砲丸、うん、調理器具に使おうと思って用意したんだけど、どこかで落としちゃったみたいなの。どういうことだ、何を言ってんだこの人は。ドジで嫌になっちゃうわ。何を調理するのに使う気だったの？ねえマモルちゃん、今はそんなことより優勝おめでとう。お姉ちゃん、ありがとう。でも今回はみちるさん一人の力だよ、僕は何もしてない。そう？でもマモルちゃんがいなかったら龍崎さんも本来の力は出せなかったんじゃないかしら。かもしれないけど、それでもやっぱりみちるさんの実力だよ。龍崎さんのこと大好きなのね。あら、恥ずかしい。うん恥ずかしいなら仕方がないね。私はきっとマモルちゃんたちのラブラブパワーに負けちゃったのね。いやでもそういうことだよね、本当にね。ラブラブパワーがここに来て愛の力で勝つっていうね。龍崎さんはどこに置いてきたの？ラブラブパワーだわ。みちるさんなら今頃広報の連中に捕まって勝利者インタビューを受けてると思うよ。そっか、優勝したんだもんな。いいの？彼女を一人にしちゃって怒られるだろうね、多分。でもお姉ちゃんには
どうしても言っておきたいことがあるから。お？なに？ありがとう。僕、お姉ちゃんに出会えて本当によかった。なんかいいね、ここで。やだ、まるでもう二度と会えないようなことを言うのね。やっぱ結局最初に話してたあの追いかけっこなんだよね。会おうと思えばライバルがいるから成長できるっていう。一応僕の中でのけじめみたいなものだから。ごめん、僕もう行かなきゃ。いや、これはみちるさんが待ってる。いろんな意味が含まれてるね。気をつけてね。気をつけてって、それどういう意味？言葉の通りよ。じゃあね、マモルちゃん。何、気をつけて、ね、また来年ここで会おうね。うん、お姉ちゃん元気でね。マモルちゃんも怪我とかしないようにね。怪我？気をつけろとか怪我とか、なんだか相変わらずわけがわからないの。マモルさん来た。うわ、びっくりした。チャンピオン、チャンピオン来ましたね。それよりママルさん、こんなところで何をしていらっしゃいましたの？いや、別に何も。こっそりお姉ちゃんと会ったりしてないです。本当です。嘘じゃないです。嘘おっしゃい。私ずっと見てましたのよ。これだから、もしかして藤宮お姉ちゃんも気づいてたんじゃない？お姉ちゃんが言ってた気をつけろってこのこと。誰ほど私に黙って勝手にいなくならないと約束しましたのに。言う人は私に隠れてこんな場所で他の女とイチャイチャと。うわ、待って、撃たないで。みちるさん反省したからもう殴らないって言ったじゃないですか。あ、そうでしたわね。そうですよ。どうしたんです？あたりをキョロキョロ見回したりして何か探し物ですか？砲丸ですか？ええ。何です？何か投げつけるのにちょうどいいもの。そういうこと。うわー、お姉ちゃんが言ってた怪我ってこのこと。あ、こんなところにちょうどいい大きさの砲丸。本当に落ちてんのかい。なぜに。あった。あら、意外に重いんですのね。さあ、マムルさん、覚悟をよろしくて。ドタバタで終わっていきます。みちるさんとの物語でございます。お待ち。2人らしくていいんじゃないでしょうか。いや、でも優勝おめでとうだよ、これは。あ、エンディング、あ、終わった。さすがみちるさん、やっぱ最後は大ボリュームだったな。優勝おめでとう、みちるさん。いやー、勝ったのは本当に嬉しいな。ミチルさん、やっぱり可愛かったな。ミチルさん、いいな。本当に。なんかすごい理想的なお嬢様キャラだったような、そんな気もしたな。高笑いが出て、勝利っていうのはもうお嬢様の必勝パターンだもんね。それを最後の最後、決勝戦で出してくれたってのはさすがだよな。ラブラブパワーで勝利したわけだけど、でも確実に実力としても、あの校内パティシエファイトの時なんかよりはもう比べ物にならないぐらいね、きっとみちるさんの実力もついてるんじゃないかな。あと、こうみちるさんルートはなんかこう、まもるちゃんも特に生き生きしてるようにも感じましたね。やっぱ相性がいいんだろうな。キャラクター的にも相性がすごいいいんだろうなっていうね。こう高飛車なお嬢様キャラと弱気な女装ショタっていうこのペアはね、ナイスペア、いいですよね。なんかこの2人がこう恋人を本格的にお付き合いってなっていったら、もうなんかみちるさんデレッデレになるんだろうなっていう、みちるさん側がもう完全に甘えん坊になるんだろうなっていうのは結構容易に想像できるところがあるな。
今回のあのみちるさんが無茶しようとして守ちゃんが怒鳴るシーンは個人的にはかなり、好きなシーンでしたね。守ちゃんがね、あのクライマックスシーン公演なんかでもそうだったけど、あの守ちゃんがたまに守くんになるとさ、なんかそのギャップですごいかっこよく思えちゃうんだよな。もう守くんはただのチェリーじゃない。守くん頑張った、かっこよかった。そしてですね、スイートレガシー次回なんですけども、次回からは富士宮さんルートに行こうかと、途中でもちょいちょい話しましたけど、富士宮さんルート、この流れで富士宮さん、いやーなんかみちるさんのことを考えちゃうと胸が痛むところはあるんだけど、そうだよな。だからことごとくみちるさん、今回の選択肢とは別の選択肢に行くってことだから、でもまあやっぱちょっと気になるんだよな。富士宮さんは富士宮さんですごい面白いキャラしてたから、はい、次回からは富士宮お姉ちゃんルートということで、今回も長時間お疲れ様でした。いや本当にね、なんか疲れた時にこのエンディング曲、うん、いいな。なんかこの明るい曲調で癒されるっていうか、オープニングの曲もすごい好きなんだけどさ、あの桃井春子さんのあの電波曲もすごい好きなんだけど、桃井春子さんのライブであの曲、スイートレガシーのオープニング曲とかやったりしたことあんのかな。盛り上がりそうだけどね。コールとか入れやすそうな気がする。なんか途中ではい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 とか言ってるし、うん、まあでも多分桃井春子さんの曲の中でもすごいマイナーな曲だと思う、このオープニング曲は。はい、それでは引き続きスイートレガシーエンディング曲お願いお聴きください。あっつってももうこれもう終わりだ。以上です。さあこっからエピローグ。さてその後の僕たちがどうなったかといえば、実はあまり変化はない。変化なし。みちるさんは相変わらず断るごとに僕をポンポン殴るし。ああ、変わらない関係いいじゃない。相変わらず高飛車で、相変わらずわがままで、相変わらず自信家で。でも全く変化がなかったというわけでもなくて、それがみちるさんだからね。例えば僕たちが全国大会で優勝して日本のトップクラスに名を連ねると途端に挑戦者が増えた、うん、桃子ちゃんみたいな。そして今日もまた僕たちと勝負して名を上げようという挑戦者との対戦がある。なんでも相手は銀座で200年の歴史を持つパティスリーのトップパティシエだ。とんでもないのが来るじゃん。正直そんな相手に勝てるのかなって、そんな不安がよぎらないこともない。マモルさん、ちょっとよろしくね。あ、はい、ミシルさん、何です？あ、ちょっともうラブラブパワーがもう二人のラブラブパワーでこれ勝てんな。銀座のパティシエにもこりゃ勝てんな。しばらくじっとしていなさい。守る成分を補給してるわけ。これまたですか。なんか最近のみちるさん妙に甘えん坊さんですね。甘えん坊さんいいね。これマモル中毒になってしもうた。まあいいんですけど、今回はほどほどにしてくださいね。この前の時なんてちょっとだけって言って1時間も話してくれなかったじゃないですか。それにその前の時なんか僕に抱きついたまま寝ちゃってたんですよ。ああ、やっぱ安心すんだね。それだけリラックスできたという証拠でしょ。緊張でピリピリしているよりはいいですけど。よかったな、みちるさん。マモルさんは私にこうされるの？もうデレデレだな。そんなことはないです。デレデレだわ。ならいいではありませんの。私はこうしていないと弾けてしまうですから。弾けてしまうって。多分僕たちの中で一番大きな変化といえばこの程度だと思う。多くの恋人たちがそうであるように、僕たちもまた支え合って生きていくということを覚えた。なるほど、支え合いね。今まで誰か他人に頼るようなこともなかったみちるさんだから、甘え方はまだまだぎこちないけど、うん、それでも時々
みちるさんはこうして僕を頼ってくれるようになった。よかったじゃない。それは多分僕にとっても嬉しいことなんだと思う。あ、みちるさん、そろそろ会場入りする時間ですけど。まさか銀座の連中も本番前にこんなイチャコラしてるとは思わねえだろうな。遅刻しちゃいますよ。任せておけばよろしいですわよ。困ったな、そろそろ話してくださいよ。この手を離してもずっと私はもうすぐミチルさんのデレっぷりが半端じゃない。いますよ、僕はこれからもずっとミチルさんのそばにいます。何です？愛してます。おー、僕もです。結局僕たちは10分遅れで会場入りすることになったけど。遅刻しちゃってんじゃん。それは仕方がないことなんだよね。無理に振りほどこうとすればミチルさんは泣き出すんだから。ミチルさん、ミチルさん、僕たちはずっと一緒ですから。ミチルさんを支えてあげるエンド、いや素晴らしい、よかった。ミチルさんが幸せそうで何よりや。いやーね、ほんとミチルさんの過去いろいろあったっていう話もあったから、そうだね、これがもうほんとベストエンドだよね。マモルちゃんがマモルくんとしてしっかり支えていってあげるっていう、ずっとそばにいてあげるっていうね、しっかり眠らせてあげてね。いやーよかった、みちるさん。やっぱみちるさんはね、その最初にプレイした時からこういいキャラだなって思ってたけど、いざこうしてメインキャラとしてプレイしてもやっぱりいい。うん、絶対このスイートレガシープレイした方の中でもみちるさん好きって方は非常に多いと思うな。それほど魅力的に感じるキャラクターでしたね。じゃあちょっとそんなね、サイドストーリーって言ったら違うのかもしんないけど、藤宮さん行ってみましょうかね、次回はね。結構会話、ストーリーの内容としては被ってる部分も多いかもしれないんだけど、はい、藤宮お姉ちゃん側について話を進めてみましょう。今回はこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。僕と彼女の名もないお菓子、ごちそうさまでした。ミチルさん、お幸せにね。